はい。えー、っとですね、時間になりましたので、えー、始めていきたいと思うんですけども、少しですね、あの、タイムラグといいますか、えー、リンク実際に踏んだ後で、ちょっと時差がありますので、ちょっと2、3分ぐらい待ってから始めたいと思います。それまでは少しいつも私オンラインセミナーって基本的に、えぇ、ー、割と会員さんといいますか、 えーと私の Amazon ンインスト r e m i u 入ってる方のみ、えー、基本的に見てもらってるんですけども、まあ、いつこのような感じで YouTube イブで、まで、あ、誰でもリンクさえ知っていれば見れるって形でやっててで、大体90分で、大体いつも5分、10分ぐらいは、うん、雑,雑談でもないんですけども、まあ、ちょっといろいろとお話をして、あと音声聞こえてるかどうかとか、結構生放送ってやっぱりどうしてもトラブルとかってあるんで、えー、雑談とかで例えば声聞こえてないよとか、 いうのであればそこちなみに、えっ、ー、と、ま、こういうチャット、上位チャット、えー、質問とかですね、えっ、ー、と、基本的に質問が来たらすぐに答えるってわけではなくて、えっ、ー、と、まず、大体ですね、40分から50分ぐらい、えっ、ー、と、まあ、質問の内容にもよるんですけど、そのぐらいでちょっと、まあ、現状のアマゾン輸出と2019年の展望,、えー、展望と今後の対策ですね、についてお話をして、 で、そこから Amazon Youth p r e の紹介をちょっとしようかなと思います。まそれは大体でも20分ぐらいで、それが終わった後にですね、Amazon y o u t 全般の,、まあ、その質問を受け付けようかなと思います。その質問したからといってその、なんか入らなきゃいけないとか、そういうのは別になくて、あくまでも、まあ、現状私が Amazon y o u やってて気づいたことっていうのをお話、お伝えして、 で、それでも Amazon ニュース興味があるとか、私のサポートを受けてみたいっていう方がいらっしゃれば、ご入会していただければいいかなというふうに思ってますので、特にその、何て言うんですかね、まあ、セールス強くするためのセミナーっていうよりからわりかし、何て言うんですかね、自由なオンラインセミナー、逆に、 えっと、そのチャットとか、えっと、右の上の方にですね、上位チャットというものがありまして、基本的にそちらにメッセージを入力していただければ、質問もしくはえ私への伝達が可能です。例えばですね、えーっと、私の声。こんな感じで、えーっと、打てますので、やってもらえればいいかなと思います。 ちょっと、その、質問をしてくださった方いるんですけども、まあ、そのぐらいなら答えて、まあ、ざくす内容なんで答えますけど、結構今日すごいですね。いつもオンラインセミナーやってて、一応、1年前にも同じようなセミナーをやってるんですけども、だいたい40名ぐらいの方がいらっしゃってて、そう、本当に軽く、セミナー会場らりたら40人って結構なもんじゃないですか。まあき、すごい緊張するっていうわけではないであ、ありがとうございます。 聞こえてらっしゃるということで、特に問題はない。主に仕入れ、おそらくこれ私がネットと店舗仕入れをどのぐらいでやってるのですかっていう話になると思うんですけども、月によって異なります。例えばですね、平常月、ほとんど平常月だと思うんですけど、例えば2月からざっくりと9月ぐらいですかね。っていうのは、特にネット 店舗仕入れっていうのはあんまり行えません。多分やったとしても月1回ぐらいだと思いますね。鳴らすと。で、じゃあ10月ぐらいに入ってくると、次あの、年末商戦、11月の終わりから始まる年末商戦に向けての仕入れが入るので、えー、店舗であの仕入れをする機会がちょっと増えます。それはどこで仕入れするのか、まあ、秋葉原に住んでるんで、秋葉原で仕入れするんですけども、まあ、単純にあの物量の確保が比較的しやすい。 ってていいうところがあるので、えー、店舗シールはしますただその、結構その質問来るんですよ。多分ん、せどりとか輸入はちょっと違いますけど、せどりとか輸出とかで一番割と来る質問が、そのネットで仕入れてるんですか、店舗で仕入れてるんですかど、どのぐらいですかって質問けるんですけども、あのこれ、どちらがいいかっていうことは全くないので、別にどちらかが特化してる人もいますし、両方やってる方もいらっしゃいます。 え、逆に、えー、店舗は全然ダメなんだけど、年度はあのネットで仕入れするの得意だよとか、その逆の方もいらっしゃるんで、一概には言えないですけど、私の場合で言うと、今現在が平常月であるならば、8、2ぐらいかなとえー、8はネット、2割が、えー、店舗だと思ってください。ただ、これも本当に、あの、感覚的な話になるので、じゃあその割合っていうのは金額なのか、物量なのかっていうところでもまた違ってきますし、うん、割とざっくりした答えしかできないんですけども、8、2です。 で、えー、っと、レジュメなんですけども、えー、基本的に Google ドキュメントを作成したものになるんですけども、あのー、ライブの下の方にですね、今回の資料ということで、Google ドキュメントのリンクが貼ってあります。えー、っと、概要欄はおそらく YouTube 見られた方は分かると思うんですけども、そちらクリックしていただければ、私が、えー、映し出しているこの Google ドキュメント、だどなたでも見れるんで、文字が小さくてちょっと見えないよっていう方であれば、そちらを見ていただければ、あの、確実に見れるかなというふうに思います。ただ、後でちょっと画像とか出てきてしまって、数字が小さくてどうしても見にくいところはどうしても出てしまうんですよ。そういうのはもう、Google ドキュメント見てあのいた、あの、判断していただければいいかなと思います。あと、私の方でも口頭で一応数字の部分に関してはお伝えしますので、まあ、そこまで見にくいくはならないかなと思います。逆に、 こういうレジュメを、まあ、パワーポイントとかも考えたんですけど、まず誰でも簡単に閲覧のみっていうのが、あの、作るのも結構手間かかっちゃうんで、それよりかドキュメントでね誰でも見れるようにした方がわかりやすいかなと思って、今回のやり方をとっています。そうで,ですね、もう5分経過しちゃって、なんか結構これから人増えてくると思うんですけども、ちなみに、ああこれどうだったかな。えっと、設定で確か追いかけ再生っていうものができるんですよ。例えば、どうしても、 えー、90分予定してますけども、えー、9時半ぐらいからちょっと抜け20分ぐらい抜けなきゃいけない用事があるっていう方は、あとで追っかけ再生できますので、そのライブ中でもその、例えば1.5倍速で見たいっていう方は、えー、10分経過した後から見ると、割とスムージーに見ることができますし、まあ、当然、後からこれ一応公開させておくんで、誰でも見れるようにしますので、まあ、ご自身の好きなスタイルで見ていただければなと思います。 じゃあ早速始めていきましょうか。聞こえてますよ。ありがとうございます。こういう反応いただけると結構嬉しいですね。やっぱり生放送って、その、スタジオとか借りて大規模でやってるわけじゃないんですよ。私普通に自宅でやってる感じなので、どうしてもトラブルがあった場合の対処って全部自分がやらなきゃいけないので、ということでやっていきたいなと思います。で、えー、まずですね、えー、今の Amazon ニュースの現状を ちょっと自分が5年間ぐらいやってきた中での経験をお伝えしたいなと思います。これはもう古くっていうよりか、割かし2018年で私が思ったことだと思ってください。まず一つ目です。あの、 一えー、ポイントさえあればいいと消費税還付さえあればいいっていうのがわりかしちょっと似てるんですけども、このスタンスでアマゾン輸出をおそらくされているんだろうなって思われる日本人セラーさんが増えたというふうに、えー、思います。これ一体どういうことかというと、あの物販、いわゆる売買差益ですね、いわゆる。例えば、えー、手数料はちょっとなしにしますけども、えー、例えば、えー、1000円で仕入れた商品を、 1000、まあえー、円送料かかって、2000円コストかかってるじゃないですか。で、Amazon で、まあ、大体2000円で販売したとしたら、プラマイゼロなんですよ。まあ、実質は手数料とかで、ね、マイナスになったりするんですけども、そしたら、えーっと、やってる意味がないわけじゃないんですけど、プラマイゼロじゃないですか。でも、例えばですね、楽天市場とかで終了、えー、した場合、SPU と呼ばれるプログラムですね。えー、まあ、上限ポイントは当然あるんですけども、えー、大体、 15倍までですね。だから、1000円支柱した場合、楽天市場で。150ポイントですか、楽天で。期間限定とかあるんですけど、ではもらえると。で、それでいいっていう方、つまり、利益率ゼロなんですよ、会社としては。まあ、送料とかもろもろまあ、当然考えているとは思いますけども、多分自分の予想だと、もうちょっと削ってやってる、削ってっていうのは、 そのポイントも多少使ってやってる方もいらっしゃると思いますけど。で、消費税関本は後で書くね。とりあえず今回は先にポイントのだけ話しますけども、確かにポイントってもらえるならもらった方がいいかなって私は思ってます。まあ、それ皆さん当然思いますけど、例えば楽天とかだったら期間限定ポイントでもその使える場所って結構あるんですよ。結構私が楽天ポイントで使うのは楽天ペイ使えるお店だったりとか、あとプロントとか結構 マクドナルド使いましたっけマクドナルドあんまりほとんど行かないんですけど、うん、結構使える店増えて、ミスタードーナツも使えたと思うんですよね。なので、かなりお金がなくても、楽天ポイントさえあれば生活ができるで。楽天ポイントのアプリさえ入れておけば、えー、それをお店でピッて見せるだけでいいので、別に財布もいらないと。まあ、結構便利っちゃ便利ですね。あと、えー、結構、まあこれある程度、その年収が まあ高いっていう言い方変ですけども、今400万ぐらいを超えるぐらいの方であれば、楽天ポイントを利用してふるさと納税するっていうのは、かなり効率的な使い方かなというふうに思います。まあちょっと上限額をしっかり計算する必要はあるんですけど。 ま、会社勤めでやられてて、副業でやられてる方は、うん、そこまで意識する。あ、でも副業でやられたら確定申告しなきゃいけないんで。ま、いろいろと話が逸れてきましたけども。えー、ただ、ポイントも、あの、いいんですけど、その税金かからないとか、いろいろあるんですけど、あの、お金たまりませんよっていう話です。あの、皆さん、ポイントを貯めたくて Amazon インス t やってらっしゃる方、 でも本当はお金を貯めたいというか、お金を稼ぎたいという、多分そっちが本命だと思うんですよね。例えば楽天ポイント100万円分と、多分現金90万円だと、割と現金90万円の方が欲しくないですか私の場合そっちを取るんですけど。あと楽天ポイントってあくまでもポイントなので、例えばですよ、その、 病気にかかって医療費がかかるとか、あと健康診断に行かなきゃいけないとか、うんえー、急遽いる例えば友達が結婚式に招待されたからご祝儀を渡すって時になった時にあの、ポイントで頂点渡せないですよね。まずほぼあの、結婚式のご祝儀ってほぼ現金だと思うんですけど、要はお金がたまらないですよね、それって。それで果たしていいのって特に法人でやられてる方は、まあ、法人でやっててポイントもらえばいいって人はいないと思いますよ、さすがに。 あの、まあ、個人事業主の方だといらっしゃると思いますけど、あの、お金は増えませんよね。じゃあ、それで果たしていいのっていうことで。で、まあ、そのポイントの15倍とかあるじゃないですか。えー、いつまで続くかはわからないですよ。自分の予想っていうか予測だと、そう、3年、4年も続かないかなっていうふうに思います。今、バブルだと思います、特に。年末の PayPay の一件でもありましたけども、あれ、結構バブルっぽくないですか感覚的に。ちょっと行き過ぎ、やりすぎ。まあ、当然、 あの、キャッシュバックとかもら、もらいましたけど、それに依存するのはどうかなっていうふうに思います。で、えー、二つ目の消費税カンプについてもそうです。これはもう、2014年ぐらいから、こういうスタンスでやってる、えー、割と、会社さん、大きな組織、大きな組織っていうよりかは、うん、年商で2、3億レベル。とか、まあ、もうちょっと上の方とかいらっしゃいますけど、で、やられてる方が多いのかなと思います。 で、あの消費税還付さえあればいいっていうことは、結局のところ、あのじゃ還付がない場合の利益率って相当低いわけです。まあ、ぶっちゃけで言うと、ゼロに近い数値だと思うんですよ。まあ、0から5ぐらいがだたと思います。で、多分、えー、例えば月賞で、うん、500万とか、年賞で6000万ぐらいですか。そのぐらいの規模であれば、まだ自分であのなんとかできる、なんとかできるなぐらいの範囲になってくるんですよ。でも、それを例えば2億、3億狙った。 こう,うとなった場合私の今のみたいな感じに、自宅兼事務所、えー、30平米ないぐらいの部屋一つでやるっていうのは、おそらく無理だと思うんですよ。その、よほど高回転の商品をあの剥離多売するっていうスタンスを取らなければ無理だと思います。で、どうなるかというと、おそらく従業員を入れると思うんですよ。まあ、アルバイトでも正社員でも、まあ、大抵の方はアルバイトだと思うんですけど、入れるとなったときに、当然、固定費がかかるわけです。で、固定費って、当然、 あの地域によって違います。例えば、東京の秋葉原でかかる固定費と、えーまあ、例えば私、実家が石川県なんですけど、石川県で事務所を借りた時の固定費って当然違ってくるわけですよ。で、じゃあ、2、3億になってきたときに、消費税還付を頼りにやってた場合、まず、還、えー、付申請をどのぐらいのスパンでやるか。まあ、私、年一でやってるんですけど、税理士さんに任せて。なんか毎月やれてる方もいらっしゃってる。 思いますけども、それ当然、税理士さんに任せると、当然、年次より、毎,毎月、毎月、あの、手数料を支払いして税理士さんに申告してもらわなきゃいけないので、当然余分にお金がかかると。で、えー、事務所も、えー、事務所の家賃かかりますよね。で、人件費かかりますよね。で、正社員雇うと、下手したら社会保険料まで払わなきゃいけないと、会社が半分。で、固定費が上がっちゃうんですよね。で、固定費って、あの、規模大きくなってきちゃうと減らしにくいんですよ。 まあ、だから固定費ってついてるんですけど。で、アマゾンで、これあれですよ。アマゾンニュースじゃなくて、例えば自社でネットショップを持ってますと。で、薄利多倍なんだけど、えーと、そこそこ固定客もついてきて、でも利益率が低くて、あのまあ、5%ぐらいっていうのであれば、まだ分からなくはないんですよ。でも、アマゾンって一番怖いのはサスペンドって呼ばれる、えー、アカウントが停止になる、えー、一時保留とかあるんですけど、えー、売上が90日間、えー、とある例だと、 一年以上帰ってこない事例を聞いております。そういう事例になった時に会社回りますかで、消費税還付で、あの、まあ、あ還付あれ、ただでもらえるわけじゃなくて、あれも、えっ、ー、と、会社の売り上げ、まあ売り上げっていうか、詳しくないですけど、要は、還付分もそのプラスになったら、当然その分の税金を払わなきゃいけないんですよ。だからパー、8%8% って言ってるんですけど、 まあ実質8%ではないんですよね。まあ、黒字が前提になりますけど、いや、赤字だとそうじゃない。<laughs> まあ、赤字でやってても意味ないと思うんですよ、会社でやってたの。で、サスペンドになった場合、まず売上の保留が90日あるって、会社の2億3億だと結構きついんと思います。私は2億3億とか売上げないですけど、その1ヶ月仮に Amazon の売上停止。まあ、私今停止受けたとしても別にそんなお、 すごい慌てるレベルではない。まあ、お金返ってこないと困りますけど、そこまで会社が止まったからといって、あ,あ、やばい、あの、融資、銀行回らなきゃっていうレベルにはしてません。そこまでカツカツに回してないので。でも人を雇っちゃって、その剥離た場合、消費税還付さえあればいいっていうことをやっちゃうと、それで会社が倒産しかねないと思いませんか私はそう思うんですけども。で、結構、黒字倒産って話聞きませんか 多分これネット物販が始まる前から、ね、いろいろと、まあ、ネットで調べたら出てくると思うんですけどもそういったリスクもあるわけですよ。で自分の中で自分はそんなに年収をじゃをこれから2億、3億、5億、10億で増やしていこうという意気込みは実はなくてなんだ、志が低いなって言われそうなんですけども、うん、とりあえず自分の中では少しずつ、まあ、亀とウサギの亀みたいな話じゃないですけども少しずつ、ね、年少を増やしていって 行けばいいけばかなと自分ができる範囲でというふうに思って、そういったスタンスで Amazon ユースをやっています。逆に言うと、その4億とか3億以上の方は結構すごいなと思いますけど、逆に。相当すごいビジネスをしっかりやられてたり、自分自身の、なんていうんですかね、信念とかがあったりしてやられてるのかなというふうに思います。で、えー、次ですね、えー、っと、あとは、あ、権利系の話ですね。 えー、去年、おそらく自分が記憶している中で、2018年の9月前、9月10月ぐらいですかね。ちょっと時期ずれるかもしれないんですけども、えー、無印良品って今まで結構その割とよく売れる商品で、まあネットでも売ってるんですけども、あの、当然店舗しか置いてないっていうか、店舗にしか在庫がない商品とかあったりして、それを店舗に行って、まあ、店舗仕入れですよね。で、あの、 アメリカのアマゾンに FBA で送って販売するっていうのは、まあ、一時期利益取れてた時代があったんですけども、あの、無印良品、これ、あの、私、ちょっとソースを確認してないんで、あの、明確に答えられないんですけども、この無印良品を出してて、その、権利を主張されて、あの、まあ、私、県にいたんですよ、会員さんの中でも。あの無印良品出したら、あの、抵抗を受けたという方がいらっしゃったので、で、まあ、やるべきことはもう、 どのメーカーでも一緒なんですけども、えー、何か謝罪文、改善文を求められたら、えー、と一発勝負のつもりで、なるはやで、できる限り詳細に長く改善案を具体的に書くということをえー言っています。で、SKU 情報もすべて削除してくださいということを言っています。できるだけ早く。で、今後出品しないということを言っています。えっ、ー、と、あちょっと話がずれましたね。えー、と無印商品、ただ、 これ、無印良品が言ってるわけじゃなくて、第三者が主張しているという情報をちょっとこの間聞いたんですけども、聞いた話で私がそのソース確認してないので、ちょっとわからないんですけども、そこはあんまり皆さんに関係ないかなと思いますので、さらっと流していきたいなと思います。同じく、権利系の規制で、メーカー規制がかかってて、一番今難しいのはバンプレストとかかなというふうに思います。バンプレストって何っていうと、 ゲームセンターで UFO キャッチャーの景品になってるフィギアとかですね。あれって基本的に非売品なんで、まあ、販売しちゃいけないんですけど。で、それがもう、えー、バンプレはもうほぼほぼきついなというふうに、まず、大きな声ではいないですけど、普通にやってたらまず通らないと思います。割と私も英語で通訳さんを通して聞いたんですけども、本当に先行者利益的なもう意味合いになってるそうです。英語のニュアンスとしてそう言われましたので。だから、 まあ、公的な書類はそもそも存じらしちゃいけないので、えー、名言は避けますけども。ただ、バンプレストとかタカラトミとか、ま、あ任天堂とか、その他、えー、普通にアカウントを作ったら出品できない商品も、今解除できる、えー、時期とか方法とかがもありますので、プレミアム払えた方は、まあ、普通に、えー、マニュアルの中に載ってますし、そこら辺は特に問題なく、だから、バンダイとかタカラトミとか普通に出すことはできますね。ただ、注意するとすれば、 えー、仮に解除できたとしても、再度請求書を出してこいって言われることがあります。FBA に応じた後なで。ちょっと、全てが全てじゃないんですけども、この辺はなんか、運かなって思います。まあ、そこら辺はちょっと私はもうどうしようもできないというか。まあ、でも、普通に解除して、普通に販売してる方の方が多いので、 まあ、ただ、えー、バンダイ・タカラトミーは解除をするのは、えー、かなり簡単になりました。ただ、今後はどうなるかはさすがにちょっとわかんないんですけども、あの、少なくとも緩くなる。今まで出せなかったけど、やっぱ出していいよみたいなことは、まあ、ないかなというふうに思います。あと、これちょっとね、アマゾン輸出の話じゃないんですけど、あの、まあ、今に始まったことじゃなくて、情報発信をされている方って結構いらっしゃると思います。私も、 おそらく YouTube を初めて動画投稿したのって、2013年の、多分1月2月ぐらい、えー、2000、そうですね。多分前、競馬の情報発信をしてたんで、もう2012年ぐらいからやってるんですけど、まあ、競馬の話は置いといて、例えばですね、えー、Amazon ユースだと、まあなんて、結構、例えば、あの、私、吉田武しって言うんですけども、じゃあ Amazon n e w で、 なんか何,何がその吉田武っというそのイコールというか、プロフィールみたいなのあるじゃないですか。例えば年賞はどのぐらいあるのかとか、売り上げは月どのぐらいあるのかとか、利益はどのぐらいあるのか,とか、何年やっているのかとか、本を出しているのかいないのか、こういった情報商材出してます、出していないとか、まるの公式に公認のコンサルトだったり、こういうところで交渉しているとか、いろんな肩書があると思うんですけども。 結構その肩書きって、あの、ネットの情報だけではほぼほぼ判断できないので、なんて言うんですかね。結構、その、去年から Amazon ニュースの交渉をさせていただいて、そういう相談を受けるんですよ。その私に対してじゃなくて、こういう人がいた、こういう人、こういう人がいたよっていうのを聞いて、なんなんだそりゃっていう。<laughs> でも私はどうすることもできないんですけども。結構中身がない情報を発信をされている方が、えー、いらっしゃるそうです。 はい。ちょっとこ、あの、悔し社言わないですけど。で、例えばですよ。アマゾンニュースで、例えば、僕は1日で1万ドル、日照で1万ドル売り上げました。今、今日本で言うと、109万円ぐらいですかまあ、だいたい100万円ぐらいと思ってもらえばいいと思うんですけどまあ、すごいじゃないですか。まあ、普通にやってたら多分、あ、すごいなと思うと思うんですよ。特に、普通の会社員の方にそういった話をすると、あ、1日100万円すげえなって感じになると思うんですけども。 それとか、えー、月賞、例えば1000万とか、2000万とか、まあ 2,、あまあまあ、すごいとは思われるんですけども、じゃあ、それが赤字だったらどうですかっていう話なんですよ。つまり、情報発信をして稼ぐのが目的で、えー、その前の物販、アマゾンニュースなり、セドリなり、まあな、なんたら輸入とかでもいいんですけども、あのただ売り上げを上げればいい。で、利益率って、ぶっちゃけ分かんないじゃない、てか分かんないんですよ。 その人の会社の決算書とか見れば、それは分かる、わかると思いますけど、分かんないんで、で、実際サービス、例えば、あこの人すごいな、月商で1000万売ってるって言って、あコンサルをやってるってじゃあ俺もなれる,るかなって募集したとしても、まあ、すごい丁寧に誠実にやってらっしゃる方の方が多いと思います。ただ中には、すっからかんの人もいるよっていう話です。 これは私よりも結構その今見られてる方の方が経験されてる方が多いのかなというふうに思います。そうそう。だからそれでまあその上二つとも重なるんですけども、あの赤字なのにその売上だけ出してって、まあ結構いら,しいらっしゃるんですけど、まあ売上は証,証明出せるじゃないですか。でもじゃあ実際いく,いくら利益残ったのって結構難しいんですよ。数字だっていくらでも変えられるし、 シリアネだってぶっちゃけて変えようと思変えられるじゃないですか。例えば、まあ、会社を調べようと思って、えー、データショ、えーえー、帝国データバンクのとかで資料、えー、取り寄せても、あの売り上げってかなり適当なんで、うちも3年ぐらい連続で電話かかってきてますけど、ほぼ口頭なんですね。あっち裏取りしないんで。<laughs> だから口でいくらでもごまかせるみたいな。当てにならないですよね。 というのは、えー、まあ、こういった感じで、あの、情報発信をしてあの、たくさん儲けようみたいな、そのための足掛かりの物販だっていうの取り組みは、えー、個人的にはあんまりお勧めしてないかな。むしろその悲しむ人がいるというか、そのコンサルを申し込んで、で、その人、中身すっかりかんだったら満足度って最低じゃないですか。まあ、といった話も、えー、ちょっとしておこうかなと思います。これ結構、リアルの場でかなり相談を受けた、 ことだったんで、まあちょっと載せておきました。で、ちょっと2番目に行きましょう。これ、うん、50分ぐらいかかりそうですね。なので10時ぐらいまで話そうかなと思います。で、えっ、ー、と、質問いただいてるんですけども、これ後で回答させてください。ちょっと今話すべきことを話したいなと思っています。でいや、ちょっと忘れちゃうって方は、えっ、ー、と、もうチャットに入れといておいて大丈夫です。上位チャットですね。で、2019年の展望というか、えー、こうやった方がいいんじゃないの という私の提案ですあのただ、一手法になりますのであの、これをやりなさいってことではないです。当然、これを応用していただいても構わないですし、ただ、私が実際にやってうまくいったことしか言ってないので、それをお話ししていきます。まず一つ目、えー、基本的に普通にアマゾンとか、まあ、楽天とか、まあ、ネットの主導やでもいいんですけど、買って、アメリカのアマゾンに送ると、利益はそうそう取れないと思います。満足いく利益率は。 で、どうするのかっていうと、えー、基本的に結構私口酸っぱく言ってるのは、えー、低価合意したプレミア商品を狙いましょうっていうことを言っています。まあ当然ただですね、下の方に書いてある通り、店舗仕入れでセール品ってあるじゃないですか。例えば、ドンキホーテってセールやってますよね。山田電機もやってますし、ビッグカメラも多分やってると思うんですよ。まあ、特に今から3月決算の会社とか、2月決算の会社も、あ、ないか。 大体3月決算の会社あると思うんですけども、決算処分セールとかってやる、やると思うんですよ。その時って、割と値段がガッと下がるんですね。で、当然下がるってことは、低下以下なわけですよ。で、当然それを店舗で仕入れて、アメリカのまず送っても、当然利益が出ます。ただ、えっ、ー、と、割とライバルの参入が割と容易じゃないですか。例えば山田電機って、東京都だけじゃないですよね。確か、え、沖縄ちょっとわかんないですけど、北海道とか。 大体日本47都道府県の9割以上の都道府県に山の電気ってあると思うんですけども、一斉にやっちゃったら当然供給が増えるわけですよ。で日本に出す分にはまだいいんだけど、あのアメリカのアマゾンに出す人が増えちゃったら当然、えー、需要が追いつかなければ値段は下がるわけですよ。ただ定価超えしてるのってなんで定価超えしてるのかと、日本に物量がないからアマゾン定価超えしてるんですね。なのでそもそも供給量が少ないんですよ。 なので、まずライバルが増えにくい。ま、たとえば増えたとしても、それを定価で仕入れていれば、ライバルとまず仕入れ値が違うので差別ができると。てか、そもそもすごいメジャーなものじゃない限り、基本的に定価超えしたものって、あの、ライバル、ライバルが5人いましたとかっていうことはないので、まあ、低下超えっていうのはすごいキーワードかなって、まあ、これ背取りにも言えると思うんですけど、 店舗セドリやられてる方にちょっと分かりやすくお伝えするとなれば、普通の棚から取ってくるっていうことです。あの、ポップとかじゃなくて。てか、ワゴン、ワゴンとかってだ誰でも見るっていうか、あの、調べるだけなんで、差別化は難しいですよ。でもじゃ普通の棚から、普通の棚から手が越してる商品取るって、基本的には、まあ、全部調べれば分かるんですけど、大体やる人って目利きとか、感覚で、あの、取るんですよ。手が越してる商品。 なんで難易度が高い。再現性はでもあると思うんですよね。まあ、当然、手間とかめんどくさいとか、その、じゃあ、3日間寝ずにやりましたからって言って、すぐ身につくスキルではないんですよ。ただ、毎日コツコツとやってると100、100%身につくスキルなので。で、ちょっと具体例の届きます。えー、ただ、数字がちょっと、えー、証拠画像載せてるんですけど、ちょっと見にくいので、えー、例えばセール品、えー、これ確か楽天スーパーセールで知れたと思います。 で、大きさは、えー、どのくらいかな。8センチ、6センチ、6センチぐらいです。大きさは。で、辛さはもう100グラムあるかなぐらい。で、650円で仕入れて、過去に47回販売してますね。で、これが16.5ドルで売れた場合、手数料が5.78ドルかかるので、4ドルぐらいの利益があると。 まあこれ1ドル100円計算でやってます。まあ、これでもまあいいと思うんですよ。てか別にあのこういうのはどん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 やってもらって大丈夫です。ただライバルが少ないとかもうちょっとその利益額利益率上げたいとなった場合はやはり低下えしている商品かなと思います。で今回はそれ組み合わせました。結構そのネット物販、アマゾンニュースとかセドリとか輸入とか何でもいいんですけど あれとこれを組み合わせるとこうなるっていうのがあるじゃないですか。で例えば今回の、えー、この具体例は、低価合意してるかつ中古品を狙ったんですよ。するとどうなると、えー、これ11,200円しているんですね。これ確かヤフオクだったと思います。これ124って書いてあるんですけども、えー、ちょっとその、付属品をちょっと足してます。あ,あの、まあ、なんですか、おまけみたいな感じです。ちょ、ちょっとひねりすぎてますけどね。 あ,あんま初心者の人はあんまりやらない方がいいです。で、これが、えー、185ドルで売れてますね。で、えー、過去57回売ってる。ただこれ、えー SK えー、エイシンで管理してるんで、中古での販売数はおそらく20回ぐらいかなと思います。すると、利益率、利益額ともに、えーと、まあまあ満足いく数字が出てるのかなと思います。ちょっと商品名見せてっていうのはちょっと無理なんで。まあ、このような感じで、 やっていければ、しっかり先ほど言った利益率0%にはならないかなと思います。送料を払ったとしても。で、次ですね、2019年やった方がいいんじゃないまあ、これ2019年とか2017年ぐらいから私ずっと言ってるんですけども、やっぱり新品って基本的に利益率が低くなりがちです。まあ、高いやつも当然ありますよ。ひねったやつとか。当然低くなりがちなので、やっぱり中古品を扱うっていうことですかね。 で、中古品何がいいかって言われると、まずメリットとしては、もう単純に利益率と利益額。さっき見せたじゃないですか。1個売って4ドル利益出るのか、1個売って45ドル利益出るのかって、その1個あたりの利益額が違うことによって、自分の需給が鬼のように上がるんですね。なので、私がちょっと副業でアマゾン輸出やって、月10万円ぐらいってそんなに難しくないですよって言ってるのは、まあ、特に中古をマスターしたら、もう間違いなく難しくはないはずです。 欠点としては返品率が高かったりとか、販売負荷にほぼなってしまうっていうことがあるんですけども、その対処法もしっかり自分の中で組み立てることができれば、かなり利益率、利益額は上がるかなというふうに思います。またですね、中古品って、いくらで売れるっていうのを、その自分で判断する必要があるんですよ。まあ、空出品してみたりとか、自分で実際に売ってみたりとか、eBay を参考にしたりとか、他のマーケット プレイスの,そのライバルを参考にしてみたりとかってあるんですけど。なので、売る値段がわからないと仕入れ値って難しいじゃないですか。皆さん、背取りとかやられるときって、売れそうな値段を把握してますよね。で、そこから逆算して仕入れ値、あ、仕入れようかな、あ、これやめておこうっていうのができるんで、その売れる値段がわからないから中古って難しいんですよ。で、えー、じゃあ中古って言っても何を狙えばいいのっていうことなんですけども、やはり、あの、 みんな見るのは下の方、いわゆるジャンク品と、まあジャンク品はさすがにやらないと思うんですけど、ジャンク品に近い、えー、安い商品を仕入れて、えー、最安値、ね、中古の最安値に近いところで一生懸命売ろうとするんですよ。で、まあこれでも、まあ、利益取れないとは言わないですけども、えー、ちょっとしんどいと思います。なので、私のおすすめとしては、 ちょっと状態が良い,い商品。えー、日本の、まあ、日本のアマゾンのマーケットプレイスの状態が基準になると言えないですけど、まあ、えー、状態が良い,い商品、中古品ということにしておきましょう。非常に良い以上。えー、の中で、例えば外箱がしっかりついていると、メーカー純正品の、あ特典があるものに関しては特典がついているとか、えー、付属品、えー、ここはかなり重要かなと思います。当然画像を乗っけるっていうこと、アマゾンの え、中古のところに画像を乗っけられるんですけども、え、コメントで書く以外にもしっかり画像を乗っけるってこともかなり、まあ、てかほぼ必須かなというふうに思います。ここまでしっかりやって利益率が低いってことは、まず考えられないかなというふうに思います。まあ当然新品と混ぜちゃってると利益率下がりますけど。っていう感じですね。まあでも最近私も結構あるんですけど、昨日もメルカリでとある商品してたら、 まあ全然あっちは間違いなく確認したっていうふうに言ってるんですけども、全然使い物にならないジャンク品が送られてきたっていうところで、結構、まあ結局返品には応じてもらったんですけど、結構あります。以前だと Yahoo a u c t で売ってるセラーの質がかなり下がったということはありましたけど、最近だと日本の Amazon で中古品とか、まあ新品、信じられないんですけど、新品買って中古品届くってことがめっちゃあるので、年に1回ではそういうレベルじゃないので、 だから日本のセラーの質がかなり下がってるなって。おそらくですけど、あれ分かってやってると思いますババレ。あの、言ってこなかったらいいなとか、自分も分かんなかったんで、昔の商品で新品がなかなかないから、2回買って2回とも中古が届いて、詳しい人に、これって風なかったでしたっけって話聞いたら、いや、ありますよね。説明書はこうでって全部話を聞いて、間違いなく中古だと。中古新品としてセラーが販売してるというふうに言って返品してやりましたけど。まあ、 まあ、ひどいですよ <laughs>。なので、アメリカ、日本のアマゾンが仕入れてきたら安心っていうことでもないです。あと、もっと言うならば、店舗仕入れをすると。リサイクルショップって、専門店じゃないので、検品結構甘いんですよ。あの、ジャンル問わず。なので、まあ、しっかり検品しましょう。ある程度のレベルまで、当然、例えば DVD とかは、ゲームとかやるときに、すべてゲーム機を用意して、一個一個チェックしましょうとは言わないですけども。 ある程度のところまでやりましょうとは思いますね。まあ、ただ、アメリカのバイヤーの方にも割と責任があるというか、全然間違った使い方をして、これは壊れてた不良品だっていうクレームを言ってくる方がいらっしゃるので、まあそこはでももう割り切るしかないんですけどね、a z o n で販売してる以上。a z o n はお客様が、お客様の満足度が第一なんで、世界一お客様を大切する企業なので、まあそこはね、自分たちがどう主張しても、 変わらないかなと思います。で、中古っていうのは基本的にリピートができるので、例えばリストをここに最低50個って書いてあるんですけど、50個くらい作れば、だいたい売り上げが安定してくると思います。まあ、これ一概に言えないんです。このリストの利益単価によっても異なってきますけども、月10万円というラインは全く難しくないです。で、中古セドリをやられた方は、それを販売先アマゾンのアメリカに変えるだけで、割と それだけですね。だから変わることって言ったら、国際発送になるぐらい。いわゆる宅急便とかで日本の倉庫に送るんじゃなくて、アメリカのアマゾンに送る必要があるので、そこら辺は今発送,発送代行会社さんとかいらっしゃるので、そういったところをうまく使えば自社で契約ができなくても、アマゾンユースを取り組むことは可能です。で、c ですね。ちょっと。 と C 終わったら、ちょっと質問が溜まってきたので、先に質問と答,答えたいなと思っています。ちょっと質問が思った以上に来ているのと、視聴者の数がここまで来ると思ってなかったとっいうくらい反響があるので。で、C ですね、えー、新規カタログ作成ですね。これやられてる方ほぼいないかなと思う。まあ、ツールを使ってやられる方はいるのかなと思ってるんですけども、まあ、ひどいです。まあ、これは、あんまり、 深くは突っ込まないですけども、なんで、例えばカナダとかアメリカのアマゾンとかで、その、売ってるもののタイトルが日本語とか文字化けしてるとか、結構あるんですよね。で、これはそうでもない、えー。ここに AC 載せておきました。で、フレームアームガールズっていう、えっ、ー、と、実際、これですね、用意した。まこれ、こういう、これはプラモデルかな。 プラモデルですね。2600円でプラモデルが売っていますと。で、これアメリカのアマゾンで見てみましょう。<laughs> まずね、こ,ことぶき屋っていう感じの時点でまあおかしいんですけど、これ見てもらったら分かる通り、まずこれ、これなんていうんですかなんか、何語かちょっとわかんないですけど。 この F もちょっとおかしいじゃないですか。なんかルート、ルート、数学で出てくるルートみたいな感じ。で、これよくローマ字を読みすると、フレームアームズって書いてあるんですよ。おそらくこれアメリカのアマゾンで検索したときに、何が言いたいかと言うと、このフレームアームズっていうローマ字のスペルで検索するアメリカのバイヤーっていないはずなんですよ。でも、こうなってるじゃないですか。まあこれ売れてるのが逆にびっくり。まあ、 どっか合ってるところがあったん、ね、で、それがたまたま見つけたか。なので、これ売れてない原因って、価格が高すぎるわけじゃないんですよね。もう自分一番思うのは、もうタイトル直せよっていうところだけなんで、結構適当に作られてるんですよね。で、まあ、これに載せました、日本語だって、で、アメリカの、US のタルトだとも、これ、いわゆる Google 翻訳で直訳したぐらいのレベルなんですよ。 なんで、新しく語る作るときにね、一番重要なのは、語のタイトルです。タイトルはしっかり考えてやりましょう。で、まあ、参考にするべき。じゃあ、どういうのを参考にしたらいいのっていうのと、一番楽なのは、eBay で売れた商品のタイトルとかを参考にする。Wiki の英語版というのも直訳じゃないので、参考にはなるんですけども。ちょっと時間かかっちゃう。例えば、これをやりたいとするじゃないですか。何がいいかな。これ、あんま人気がある商品じゃないんで。でも、フレームアームズ。 えっと、ちょっとスペルがちょっと怪しいですけど。フレームアームがフレームアームズですね、これ。フレームアズガールズができると。で、寿屋。えー、っと、ちょっと重いですね。ebay でこれを打ちます。 今やってるのは、コトビケアというメーカー名。まあ、コトビケアってメーカー名で後で入れるので、タイトル入れなくてはいいんですけど、今回、e、eBay なんで入れました。で、これ読み方がわかんないな。結構メーカーサイトとか見るんですけど、タイトルを考える。えー、前来004。00 この32式とかっていうのも、出そうなると、まあ出てくるっちゃ出てくるんですよ。で、まああとは売れてるかどうかですね。おそらくこれかなと思うんですよね。で、売れてるってことは、eBay で検索がされてるってことなので、まああともう一つ考えるのは表示件数です。例えば、売れたものを絞らないで、結通に検索しただけに17件。まあこの時点でちょっと少ないなとは思うんですけど。 ただこれとかまあ割と参考にしてもいいのかなというふうに思います。直訳じゃないのはわかるじゃないですか。一番いいのはやっぱり売れたものですね。だこれ、まあ中古品ですけど、えー、ぶきはフレームアームズ004タイプ32、えー、前来、そうですね。例えば前来が、えー、かかってそうかわかんないときは、えー、フレームアーム、こうかな。まあ一件ですね。まあこっちは多分、かかれ、 アマゾンさっき直訳のカタログしかなかったので。これとこれはちょっと私フレームアームズでちょっとわかんないんですけど、一緒なのかな違う。これはゴーライか。まあえー、例えばこれを引っ張ってきて、あれ、カタログを作るんですよ。あれ、どこ行ったえぶきやフレームアームズ004タイプ32全来。 いちいち考えるよりは、こっち持ってきた方が早いかなというふうに思います。すると、そんなに時間かかんないですよね。でなおかつ、売れてるので、大外れなタイトルではないと。ただ、本気でやりたい方は、ウィキの英語版とかを見るのもありかなというふうに思います。例えば。えー、現代 うんとウィキペディアが出てこないので、フレームアムがあるウィキにあるかなウィキもべてがすべての単語にあるわけじゃないので、ちょっとわかりづらいですね。なんかいい例がないか。例えば、もうポケモンっては、はあのポケモンの名前って全然違うじゃないですか。直訳じゃないんですよね。えー、とウィキ。 で、皆さんウィキペディアは日本語版見ると思うんですよ。この多言語版でイングリッシュってあるんですよ。これやると直訳じゃないウィキが出てくるんで。例えばこれ不思議だねっていうポケモンなんですけど、不思議だねっていうふうに英語で書いてないはずなんですよ。なんだっ,っけ。不思議だねの。ちょっとこれわかりづらいですね。もっとわかりやすいような。これポケモンウィキじゃウィキペディアじゃない。 こっちの方が分かりやすいかもしれないです。えー、正式な武器の英語版で。まあちょっとすごい分かりづらいですけど、ここからキーワードを取ってくる。エピソード、ビデオゲーム。あと何かあるかな。一回具体例出すとすごい分かりやすいと思うんですけど、例えば、ポケモン。 ピカチュウとかないんだこれはちょっと置いときましょうでもおそらく、あの、いちいち説明しなくても、あの、わかると思います。言いたいことは。で、話は元に戻して、で、とりあえず、えー、カタログを作るっていうのは、かなり、あの、今現在でも有効かなと思います。当然、バシバシは売れないんですけど、一つ、えー、在庫を持たなくてもできなくはない。 持ってもいいですよ、当然。あの、希少価値が高い商品であれば。できなくはない。つまり、お金がなくてもできる手段の一つなんですよね。お金はないけど、その、例えば外注さんを使ってやるお金、あの、手段といいますか、そういう自分は能力があるっていう方は、こういうのをやられてみてもいいかなというふうに思います。例えば、これ私のビジネスレポートを引っ張ってきたんですけども、これ、出品してる商品の、あの、ページビューとか、 ユニークユーザーとか見れるんですよ。まあ、Amazon のセッションって言うんですけど、1とかってあるんですね。これ1っていうのは自分が見ただけなんで、つまりどういうことかとい言うと、1とか0は基本的に検索対象外になってるので、そういった場合は、まずセラーサポートに、これなんで検索対象外になってるのっていうふうに聞いたら、教えてくれることがほとんどです。まあ、大体、情報不足かなと思うんですけど。で、私がこの中古品のやつあげたじゃないですか。これのページビュー、ビジネスレポートのページビュー、 まあ、ページビューというよりかはセッションですね。38人、えー、見に来たと。で、えー、これページビュー52ですね。まあ、何回か視聴の人が見たんでしょうね、何人か。これ2件、これ30日間のレポートなんで2件注文入ってるんですよ。制約率としてはすごいですね。38人見に来て2人買ってるんで、かなり高いかなと思います。だからニッチな商品って割と、あのー、コンバージョンは高いです。買われる確率はビッグキーワードだとそうじゃないんですけど。 例えばポケモンとかドラゴンボールとかですね。まあ、ちなみにあのユニークユーザーですね。何人、例えば1人の人が100回目とするじゃないですか。ページビューは100になるんですけども、ユニークユーザー、えー、もしくはセッションは1になるんですよ。まあ、ここはアフリートやれてる方にとってはもう当たり前というか、基礎中の基礎中の基礎みたいな話になってるんですけど。まあ、こういったビジネスレポートを活用しながら、えー、カタログを作っていく。 で、なおかつ日本のアマゾンにあって、アメリカのアマゾンにない商品っていうのは、カタログの,あの作りやすさ、えー、作る時間も短くて済むので、おすすめはそっちです。両方ないのもやるのはいいですけど、結構手間かかってしまうので。で、えっ、ー、と、もう50分になってる、えー。とりあえず3行く前にちょっと質問を回答していきたいと思います。ただ結構来ているので、えー、なるはや、ちょっとま、あの、 急ぐかもしれません。えっ、ー、と、ヨーロッパアマゾンで販売している方ですね。はい。えっ、ー、と、知財券。はい。アメリカから仕入れをして、えー、ヨーロッパアマゾンに出品している商品について、はい。知財は多くなってきた。まあ、そうですよね。だってヨーロッパってめっちゃ厳しい。ちなみに自分、ヨーロッパはいし、えー、一国もやっていません。今現在。アカウントも作っていません。ただ、イギリスに関しては今年やろうと思っています。というかやります。 え、多くなっています。メーカーからインボイスで質問を取られますが、転売で本体しているため、現状では警告を受けた時点で出品停止うん、そうですね。転売の場合、何が対策とありますかええー、と、まず、資材なんで、私ならこうするっていう、まず出さない。っていうことですかね。出しちゃいけないってメーカーから言われてるものに対して、あの、その無理くりしようって、その、メーカーがダメだって言ってるのに、一転売屋がや、 その正当性を主張するってことはできないと思うんでですよ Amazon でやってる以上、Amazon でやってる以上は Amazon ルールに従う必要があるので、まず大前提として、ヨーロッパって多分めっちゃ厳しいはずなんですよ、アメリカと。まあ、これ、アメリカから仕入れをしてたんで、あのまた違うメーカーのものになると思うんですけども、やらない、でそういったブラックリストってネットで調べ欄に載ってるはずなんで、とかメーカー側が規制してるとかあるんで、もうやらないのが一番です。 てかやっちゃいいけないで,す、ね、で、す、えー、日本のアマゾンだと、税品と並行輸入は分かれてると思いますが、差、え、別、ー、されていません。この場合、転売で並行輸入を出品すると、はい、ありますが、リスクがありますが、このリスク回避、事前に並行輸入でも出品可能かどうか。これはですね、あの私なら、セラーセントラルに確認します。ただ、セラーセントラルで来た回答が、あのベターな回答ではあると思うんですけども、 え、正解じゃん、成功正解です、正解って言っていいのかな。正しくないこともあり得ますので、そこは自己判断で判断されるか。ちょっと私、ヨーロッパやってないので、私ならっていう回答しかできないんですけども、並行輸入品も出品しないかな。それか、その、現状、例えばイギリスでやるんだったら、 イギリスのアマゾンで、その、権利関係、知財とかで言われてないリストとかって絶対ある、ネットで調べたら出てくると思うんです、いくらでも。それかもう、あらかじめ出品する前に聞くかなテラーセントラルか、メーカーとかに。それが一番、一番硬いのはその現地のメーカーに聞く。例えばイギリス、まあめんどくさいですけどね。まあその一番万全な方法のことを言っています。 で平,行に平行輸入ってことは、えー、日本のアマゾン日本のアマゾンでも平行輸入と正規品があって、要はそれを多分ヨーロッパのアマゾンでそのどっちがいいのって話だと思うんですけども、これはもうヨーロッパ現地のアマゾンに聞く,聞く以外何者でもないかなというふうに思います。ちょっとヨーロッパはあの私経験がないのであの、的確な回答はちょっとできないんですけども、 このぐらいになるかなと思いますんで、えー、っとあ。株も日本よりアメリカの方がマーケットの規模が大きいから、マーケット規模が大きいところで勝負するべきという考え方はありますが、えー、っと、アマゾン輸出もそういった考えと同じだと思うのですが、アメリカではやっている作品をお金を持っているマニュアルに向けて、えー、アメリカでやっている作品、あ、えっとですね、あんま大きな声じゃ言えないんですけど、 日本のアニメって世界中で人気があるんですよ。まあ、世界中って言っちゃう言い方はちょっと課題かなと思う。まあ、少なくともアメリカとかヨーロッパとかカナダで人気があることはもう皆さん重々承知かなというふうに思います。で、その人たちってアメリカで流行ってる、あ、そうですね。日本でやっててもうアメリカで流行らない作品。アメリカで、日本であんまり流行らなかったけど、アメリカでもっとあの一気に跳ねた商品、あの作品ってあるんですけども。 大体、海外の人たちって、それ、ブルーレイとか DVD とかを買ってお金を払ってみるっていうよりかは、ちょっとインターネットの脱法サイトで見てることが多いらしいです。え、直接私、外国の友達がいるわけじゃないので、と思うんですが、ただ、みんな知ってるじゃないですか、外国人。あの、ドラゴンボールとかも何カ国語ぐらいあるんだっていうぐらい、翻訳されて、世界中でね、 ちょっと何個か忘れましたけど、50はあったと思います。そのぐらい普及されてるもんなので、まあそうですね、主にアメリカで流行っているというか、お金を持ってるマニアっていうのは、販売者から見分けられないんですよ。なので、それを当然、ペルソナをそういうふうに持って、アマゾンユースと取り組むっていうことは、えっ、ー、と、か、有効かなというふうに思います。ただ私自身はそこまでペルソナっていうのを描くというよりからは、あの、売れる売れないって判断、 あの、アマゾン輸出をやられたことない。ま、せどりやった方は分かると思うんです。例えば、これが売れる、売れないっていうのを判断するときに、モノレート、もしくはキーパーという二つあります。今回はモノレートをえーやりますけども、このグラフでランキングの推移を点を線にしたものなんですね。売れなかったけど、下に下がって売れた。これランキングが上が15万円下5万円なので、5万円の方が売れてる。 だから、これ、売れた可能性が高いっていう言い方を私、正確にしてるんですけども、まあ、売れたと思ってもらって大丈夫です。あの、初めての方は。例えば、これだと、1回、2回、3回、4回、5回、まあ、10回以上は売れてるな、みたいなのあるじゃないですか。3ヶ月で10回以上は売れてるから、1ヶ月3回は売れるかな、みたいな感じで、えっと、アメリカでの需要を判断しています。で、もっとモノレート下に行くと、ついこれ、アメリカのところに行くに選択すれば、アメリカの札が出てきます。これは、1回、売れた可能性がある。 群れてると思いますけどね。ランキングついてるんで。これイギリスだったら、イギリスはちょっとないみたいな感じで見ることができます。なので、ペルスナ世代とやってもいいんですけども、どちらかというと、e、eBay 向きの質問されてるのかなと個人的に思うんですけども、Amazon はほぼこれで判断します。これ以外にも判断方法はありますけども、ちょっと今日ね、あの、90分なんで、ちょっとお話ができないんで、興味あったら調べてみればいいかなというふうに思います。そんなに、 ネットで詳しく調べてみないとわからない質問ではないので。Amazon 輸出、えー、リサーチみたいな感じで調べると出てくるかなと思います。で、えー、っと、皆さん、えー、素人質問ですが、今言われている仕入れを店舗でして、月に利益が数万円ぐらいにしかならないんじゃないでしょうかということなんですけども、それはな、あの、ないですね。てか、うーんと、 どのぐらい仕入れをして、どのぐらいリターンを得るかっていうところは、その商品だったりとか、時期だったりとか、その安く仕入れられたとか、美味しいセルに当たったとか、いろいろ要素は含まれてくるんですけども、数万円にしかならないというのは、多分、その、そ、何ていう、数万円しか利益、例えば、セドリをやりましたと、セドリが稼げるんだとで、独学で勉強して店舗に行ってやってみた。例えば、私も、えー、セドリ、確か、 ちょっと詳細が出ましたけど、1ヶ月目、2ヶ月目で、多分利益って、1万9000円とかなんかそのぐらいだったような気がします。2ヶ月目で。1ヶ月目はなんか6000円ぐらいだったかな。で、そういう人たちが、月の利益が10万円とか20万円とか50万円とか100万円の利益が出るっていうのって、イメージできないと思うんですよ。でも、じゃあ私が、その、いや、私はこのぐらい利益出てますっていうことを言ったとして、 じゃ、そのソースを示せって言われたら、そんなことは私やらないですけど、めんどくさいから。まあ、そこはもう信じる信じないの世界になってしまいますけれども、その、例えば、店舗で100万仕入れたとするじゃないですか。100万仕入れたアマゾン輸出でしっかりサーチした商品を100万円分店頭から仕入れた輸出で送ったとして、月数万円分の利益しかならないってことは、売れ残ってるか、値下げしちゃったかどちらかなんですよ。で、し しっかり丁寧にサーチをしていれば、それは、あの、ほぼないです。あの、ビジネスなんで100%とは言いませんけども、ほぼないです。で丁寧なリサーチどういうことなのっていうと、結構その YouTube とかで、ね、あの、セドリとかの情報発信。まあ、セドリと Amazon ユースって結構仕入れが似てるんで、言っちゃいますけど、みんな見るところって、まず、例えば、えっ、ー、と、まあこれにしましょう。あの <laughs>、 これ、まず、売れてるかどうか判断するんですよ、日本で。で、これ、まあまあ売れてるじゃないですか。で、これが山田電機で3つありましたと。で、利益、例えば山田電機1000円だったとしましょう。で、ざっくりけなしますけど、入金が2000円で書いてあるじゃないですか。それとかいろいろ抜いて、1000円でしれると1000円利益出るじゃないですか。で、これ3つあったから3000円の見込み利益だっていうことを言われてる方がいらっしゃるんですよ。うん、それは間違いではないんですよ。 ただ、言いたいのは、あくまでも見込み利益の話で、実際は、実際そこまでやらない、やらない方がほとんどですけど、もっとリスクを減らしたいのであれば、丁寧に察する必要があります。じゃあ、その丁寧に察ってどこなのって話。ここです。ライバルがどのぐらいいるのかって話。あの、ここをど無視して教えてる人が結構いるんですよ。まあ、分かってやってるのか、あえて言わないのか、ちょっと私には分かんないですけども。 これはかなり重要です。てか、例えば、これ今、アマゾンしかライバルいないので、例えばこれは自分が出品するじゃないですか。1個だったら、1個とか3個ぐらいだったら、二千まあ、1000円利益じゃなくて800円でいいんだったら、これ2400に下げて売り切るって方法は、なきにしもあらずだと思うんですよ。でも、例えばこれが、えー、っと、ちょっとアメリカのアマゾンで、えー、すごい人気がありそうな商品をちょっとやりましょうか。えー、ポケモンでいいや。ポケモンの、 モンコレとか出てくる、えーあ。ポケモンはそこまでわーってならないな。なんかいいやつないかな。フギマで、なんか。フィギマってでもあんまり規制かかってるんでそこまでじゃない。ハリオとか、えー、違う。なんかいい商品があれば、もうライバルがうじゃうじゃいます。みたいな。ウィルスとかってどうなの ちょっとライバルがうじゃうじゃいなかったら、ちょっとあれですけど、例えばさっきの商品って、月に10回売れてたとして、でもライバルが10人いて、じゃあ果たして3個仕入れますかって話です。でこういう、だまたいこういうギザギザすごいしてて、めっちゃ売れてる商品って、これまだ緩いですけど、その同じ値段で10人とかの,あの揃ってるのって、割と多いんですよねで。そういったもので利益出そうと思っても、基本的に無理なので。 そのライバルをしっかり見るのって手間じゃないですか。だって、グラフを確認しました。値段、仕入れ値確認しました。利益確認しました。で、最後にライバルの数チェックするってかなりめんどくさいんですまあ、なんかセドリストプレミアムって私使ったことないですけど、それで,で出るものもあると思いますけど、普通にモノライト使ってると、ちょっと私、セドリはもう最近やらないよでは。3ヶ月の販売数19個と書いてありますね。なので、 ライバルが10人いたら2個とか、それざっくまでもざっくりした計算ですよ。例えば自分のアカウントに評価が低いとか、まだ始めただっていうのであれば、もうちょっと仕入れコースを落としたりとかする必要は当然あります。それが丁寧なリサーチっていうところの意味です。で、そこまでしっかりやって、例えば100万円投じて、月に数万円しか利益出ないっていうのは、ほぼリサーチが間違ってます。 なんでそういうのは、しっかりわかる人に聞いてみれば、絶対に解決方法は出てくると思います。うん、数万円しかならないっていうのは、それはす、10万円仕入れて数万円しかならないっていはそれ、まあ、まあ納得はいくかなって感じなんですけど。えー、っと、質問はちょっといきますよ。 これ結構もう1時間経っちゃったんです。結構時間ちょっと伸びるかなと思います。えー、次の質問。アマゾンニュースを始める前の練習として知人のリサーチをお手伝い、はいはい自殺してると。FBA 販売する際の感覚として、日本の CL の2倍値段で売ってるやっと利益率10パーに取れるかどうかなと感じでした。安田さんはも CL 額と販売額の差はこのぐらいありますでしょうかえっ、ー、と、2倍で利益率10パー20パーっていうことは、まず利益、えー、販売価格が多分 20ドル前後とかですよね。例えば、えー、100ドルで販売して、バイトことは、まあ、例えば5000円で仕入れて、100ドルで販売した場合って、まあ、ちょっと2倍オーバーしてますけど、リー二率20%にはならないですよね。もうちょっと高いはずです。えー、例えば、えー、15%の手数料取られて85ドルと。で、FBA の発送手数料で、まあ4、まあ、4ドルぐらい引かれると。まあ、80ドル入ると。で、 ま、一応100円で計算しましょう。めんどくさいんで。で、8000入金があって、まあ、FBA にまとめて送って一箱、一ああつの商品、これは500円かかったとしたら、えー、トータル仕入れコストは5500円だと。なので、8000-5500で2500円利益出るので、利益率が20%にはならないですよ。なので、あつおそらくほ見てる商品はほとんど単価が低い商品。いわゆる私がさっきお見せした無印みたいな商品だと思うんですよ。例えばこれって、例えば、 16.8ドルと今2人いますけども、それで、えぇ、ちょっと、1ドル100円計算で利益率20%ってことは3.2ドル利益が出るってことなんで、ちょっとシミュレーターを。11.8なんで、まあ800円ぐらいで仕入れができれば、まあ無理だと思いますけどね。 えーっと、その利益率10%、20%ぐらいになるかと思うんですけども、自分の場合は、あの、そんなに単価低いものは、12月とか扱うときありますけど、平常月で、その、十何ドルのものを扱うことは、まあ、ここに16ドルって書いてありますけど、多くないです。割と、40ドル、50ドル、60ドル。ちょっと、1月の私の平均、 え、仕入れ単価二29ドルなんですよ。で、平均売上単価は47.94ドルです。ちょっと口頭で。もう見せちゃっていいと思うんですけど。で、私自身もそんな利益率めっちゃ高いよっていうわけじゃないので。えー、っと、これ皆さん見れるようにやった方がいいですかね。ちょっとどっかに。 今、画像を、あ違う、どこった、これか、Google のドキュメントに貼り付けておいたので <laughs>、ちょっと見にくいですね <laughs>。これで見れますかね。そんなに高いわけじゃないですけど、自慢できる利益率ではないけど。 こんな感じです。差額としては。というような感じでやればいいかなというふうに思います。あ、お久しぶりです。頑張ってますかあ、すいません。あのー、おそらく YouTube、Google アカウントなんで、名前が森オーマン、え、森尾マン X だと、どなたかちょっとわからないですね。一応頑張ってますね。はい。頑張ってるというか。 自分の授業を拡大するっていうのもそうですけど、わりかし今、どうしてもお伝え講師っていう立場でっていう肩書きもあるので、いろいろテストとか試しとか試行錯誤とか PDCA サイクル回したりっていうことが割と多いですかね。だから結構幅は広がったと思います。ちょっとこれ消しますね。一応、まあ見にくいですけど、30ドルで仕入れて47ドルとか48ドルぐらいで売る感覚。私の場合は。 1>, 1月実績なんで。12月とか変わりますよ、当然。でも、だいたいこういうのを狙っていく感じ。です。はい。で、誤ったタイトルで作られた既存カタログが別のカタログを作成することなのでしょうかあ、えー、これはやっちゃいけないので、やるべきは、えー、これ a m a z o n トプレミアムでも質問があったんですけども、基本的にセラーセントラルで、えー、なんだっけ。ページの修正みたいなところがあるんですよ。えー、セラーセントラルのカスタマーサポートのところの、えー、 なんだ。衛心入れて、で、この衛ンの、例えばタイトルが間違ってたら、どこに何が間違ってるのっていうのをプルダウンで選んで、えー、その証拠ですね、まあ。結構日本の公式サイトとか、アメリカの公式サイトあるとって珍しいになかなかないので、日本の公式サイトとか、英語表記のプラモデルのじ、あの、結構ヤフオクの画像とかでも撮ったりしますけどね。ここに、あの、英語の実物があって、実にこう英語で書いてあるのに、例えば、 ま、そもそも日本語はまずおかしいですけど、スペルが間違ってたら、これが正しいスペルだよっていう風に言ったりとか、さっきことぶき屋のプラモデル出しましたけど、ことぶき屋のホームページで言ったら、その英語表記の、パッケージに英語表記のタイトルが書いてある場合があるので、そういったものを提出すると、割かし簡単に取ることがあります。逆に、別の衛心で作っちゃうのはダメです。なので、その、間違ったタイトルで作ったタイトルを修正する必要があります。 えー、あ、欧州の質問の方ありがとうございました。まあ、そう、欧州は、うん、ちょっといろいろ、特にドイツはいろいろと荒れてるそうなので、えー、特にドイツはやらない方がいいのではないかなと思います。で、これめっちゃ、<laughs> あ、えー、さっきの質問ですね。単価の20ドルか40ドルが多かった。うん、そうだと思うんですよ。てか、みんなそこ狙うから、あの、利益率低い。で、薄利多倍。で、あの、 ポイントでいい、幹部でいいっていう風になるんですよ、絶対。おそらく、割と高回転商品、たくさん売れる商品しかリサーチしてないと思います。で、多分まあ、おそらくですけども、ストアフロントリサーチで人の真似してるのかなっていうことが多いかなと思います。それを永遠にやっても、利益を取ることは難しいですね、基本的に。今、今の現状を考えると。昔はそれで利益出たんですけど、今はちょっと違います。で、えー、質問にちょっと戻って。 これ2時間ぐらいやりそうな勢いですけど、店舗資料を行っているとのことですが、新中判定があった場合どうされましたかおろ、えー、し資料を行って請求書を入手しますかそれとも出品を取りあえずやりすしますか、えー、これは何を請求された例えば、真中判断があった場合は、レシートを出します。そのレシートに商品名が書いてある、書いてないにもかかわらず。 とりあえずやるべきことをやって、で、真鍮判定が来た段階で、私の場合は SKU ごとすべて削除します。で、一応、うん、一応っていうか、まあ画像を出したりとか、まあ、あんま大きな声では言えないですけど、自分はその文章とかはしないですけども。まあ、そこはちょっとあんまり言えないので、いろいろと考えて、まあ、ただその、 アマゾンが何を求めてるかっていうところを指して、ちょっといろいろとやっていただければいいかな。ちょっとこれ今、50人ぐらいの方が見ていらっしゃるので、それなんかいろいろとグレーゾーンの話をすると、ちょっと問題がある可能性があるので、ちょっと回答を差し控えたいと思います。ただ、はい、出品は取り下げて SKU ごと削除するっていうことは、慎重判定が来た場合はやりますね。はい。で、まあそういう回答でちょっとごめんなさい。そこまでしかちょっと言えないです。はい。 吉田さんがお使いのところとかって知っておられて外注で我々が知れた商品を外注先に直送して、ラベル貼りから FB に押してるとかありますかえあの、あると思います。ただ、私、えー、っと、3つ紹介してるんですよ。発送代行の会社さんを。で、ラベル貼るから納品貼るまで。えぇ、ー、 アッシュマートさんはやってたかなちょっと記憶にないです。あの、アッシュマートさんで自分が紹介してるのって、郵便局とタイアップしてる UGX と呼ばれる FedEx、えー、さんで送るんですけど、それをじ自分の家からアメリカの倉庫に直送できるっていうやつ。まあ、ただ正式に言うと直送じゃなくてワンクッション挟むんですけど、ただその商品をまとめてワッと送って、シールハリも全部やってみたいな。で、納品してるところは、 グローバルブランドさんも紹介してるんですけども、グローバルブランドさんがそれや、やってんのかやってないかちょっと記憶にないです。自分は、その、やる前の、そのすごい慣れてきた段階で外注化するっていうのは、ご自身で考えてやる分にはいいと思うんですけども、そのいきなりやったことないけど、納品めんどくさいから全部丸投げしようっていうスタンスは、あまりおすすめはしてません。ただ、調べると多分あるはずです。ただ、ちょっと割高になるのかなと思いますね。当然、 あの、外注にお願いするっていうことは、外注じゃなくて、多分発送、納品代行って言った方が正しいと思うんですけど、当然あっちも利益取らなきゃいけないので、それやりたいんだったら逆に自分で外注募集しちゃって、そういう経験者の方の、ま、いろいろと壁は高いですよ。例えば商品、えー、外注さんの住所がネットショップとかに埋もれちゃうリスクとかあるんで、当然契約書とか必要だし、えー、 いろいろと商品の管理だったりとか、いろいろ大変だと思いますけど、それをやるのが一番いいかなというふうに思いますし、現実的なのはそれかなと思います。なので、自分で外獣さんを募集して、経験者の人を入れてやってもらうっていうのが、えー、質問に対する一番いい回答かなと思います。その会社さんに任せるっていうのはあんまりお勧めはしないかなと思います。はい、えー、次ですね、えー。ヨーロッパはアカウントを作るのは難しくなってきます。現状はどうなんでしょうか。えっ、ー、と、ドイツがめちゃくちゃ いろいろと、えー、今年の1月から言われてて、あの、なんかめっちゃ荒れてるんですよ。ってか、ドイツだけじゃないですよね。あのー、イギリス、あ、違う、フランスも結構いろいろとね、なんか暴動かなんか知らないですけど、荒れてるじゃないですか。それがアマゾンに関係あるのは置いといて、えー、比較的ヨーロッパは権利系もうるさいっていうことを聞きますし、その、自分、アマゾンスプレイマーでも、確かオンラインセミナーで言ったかなと思うんですけど、 アメリカのアマゾンで利益が出なくなった。じゃあヨーロッパに移行しようと思って、ヨーロッパに移行してうまくいった人を聞いたことがないです。アメリカでうまくいきました。えー、ヨーロッパでもうまくいきましたっていうのはわかるんですよ。アメリカでうまくいきました。ヨーロッパで全然ダメでしたっていう人は、まあ割と聞いたことがあります。なので、まずアメリカをやってからかなっていうふうに思います。ヨーロッパ。で,でも逆に今、ヨーロッパ、アメリカでうまくいってらっしゃるのであれば、 あアカウント作る。難しい。私も作ったことがないので言えないですね。そこに関しては。っていうのが回答です。ドイツはやめといた方がいいです。いろいろと、あの、そういう情報を聞きましたけど、かなりハードだなと思いました。VT、VAT とかそういう話でもないですね。それだけじゃなくて。で、えー、っと、確かにサーチェル商品は販売価格50ドル前後。50ドルだったら、そこまで低くはないので、 ちょっとそのどういうリサーチしてるかってのは自分はあの分からないので。ただ剥離た場合は絶対にやめた方がいいと思います。まあ大前提としてですけど、ずっと言い続けてきてるのは、誰でもできるようなことを誰でもできるレベルでやってる時点で利益は出ないはずなんですよ。これはなんかアマゾンユースとかネットビジネスがそういうくくりではなくて、割とビジネスの原理原則かなと思います。例えば、誰でもできるけどやりたくない仕事ってあるじゃないですか。 例えば、自分やったことないですよ。あの原発、福島のとか、あれってやりた、やりたい人って多分そんなにいないと思うんですよ。あと、マグロ漁とか、あとなんか、カニ漁とかもなんかやばいって言いますよね。なんか、3ヶ月で1500万ぐらい稼げるけど、なんか、寝れないよみたいなね。 でもそれってやりたくない人が大勢いる中でやってるからそれだけのリターンが得られるわけだって。それがビジネスの本質だと思ってますけど、ね、そのリスクに対するリターンというか。そういう市場原理になってると思います。はい。私はそういうふうに考えてますけどね。ありがとうございます。はい。えー、っと、20ドルか40ドル、そうですね。で、えー、っと。 副業で店舗制度より国内アマゾン販売をやっています。えー、副業でアマゾン輸出と国内アマゾン二取りは可能でしょうか、えー、この質問は、えー、可能ではあります。ただ、自分の頭がちゃんと整理できるかどうかっていうところが結構一つ悩みどころだと思います。これは両方やってる方にしかわからない悩みかなと思います。えー、それからどちらか一つに絞った方が副業向きでしょうかちなみに外長さんはやってません。 うん自分は分けてやっていたときは、かなり頭を使いましたね。で、現状、それをやってる方に話を聞いても、かなり、うわ、どっちだろう、その、仕入れるじゃないですか、仕入れた商品をどっちに納品しようかっていうことを、仕入れ段階で振り分けなきゃいけないので、手間っちゃ手間なんですよ。でも、いや、国内で売るんだ、いや、輸出で売るんだってなったら、もう一つじゃないですか、その仕入れリストみたいな。 それを例えば、プライスターとか、一括出品ツールとかでわってやっちゃえば、出品の手間はかからないですし。その、二刀流の場合は、振り分けが一番時間かかると思いますね。うん、結構。まあ、大体、アメリカのアマゾンの方が少し気持ち高いがぐらいかなにはなると思うんですけど。まあ、ものによって違いますし、当然。あと、回転とかも考えなきゃいけないし、大きい商品だったら、えー、これ、送料大きいから、これ2000円ぐらい送料かかるかな、みたいなことも頭に入れないといけないので。 うん、そうですね。自分だ、自分がもしアドバイスするんだったら、あ、副業か、副業っていうことは、後で話すんですけど、消費税還付の話があって、輸出やるんだったら、還付ができる体制を整えた方がいいよっていうことは後で言うんですけど、そういった体制がないんだったら、国内アマゾン物販を店舗せどりで、えー、割ともうちょっと規模を増やした方がいいのかなと思うんですけども、昨日、せどりのやられてる まあかなり、自分はかなりすごいと思ってる方と、新年会をやってまして、あの、せどりは、あの、店舗せどりですよ。あの、年々厳しくなってるのは間違いないかなという。で、それも一人の方の感想ではなくて、割と皆さんおっしゃってるので、うん。その状況を判断で輸出に行くのか、国内でやり続けるのかっていうところは、もうあとはご自身での判断かなというふうに思います。消費税還付については、後で説明をします。 で、あと、ま、一つなんで、ここ答えましょう。えー、アマゾン輸出と ebay 輸出のやり方、考え方は違うのでしょうか私は、えー、全く、えー、ちょっと別物と考えた方がいいのかなというふうに思います。えー、そこを説明すると話が長くなるんですけども、アマゾン輸出をやってて ebay 輸出をやられてる方っていうのは、基本的に苦戦する傾向が強いです。あれなんでこんな売れないんだろうみたいな。アマゾン輸出って基本的に縦積みが主流なんですよ。 eBay u s って縦積みもできますけど、割と横積みのスタイルの方が多いと思うので、横積みとか中古とか。そこら辺のちょっと考え方を変える必要はあるかなと私は両方やってて思ってますし、eBay u s の方が難しいかなと個人的には思っています。で、えっ、ー、と話を戻りまして、3番目。今から始めてアマゾンユースに向いてる方とは、これ初めて話すんですけど、 やっぱり向いてる人向いてない人、おすすめできる人できない人ってやっぱいるんですよ。これはやっぱり一年講師をやってみて分かったことです。で、いや、最初に向いてる人ですね。まあ、ちょっとやった方がいいかなと思うのは、まあ、今インターネットビジネスって知らないんだけど、例えばリアルビジネス、うん、例えば自分の父親とかだったら、えー、土木建築業をやってるんですよ。で、当然、忙しい、授業員を抱えてるんですけど、忙しい時期とそうじゃない時期があるんですよ。 で忙しい時期は人は欲しいけどあの、ちょっと暇な時期って、従業員に有給休が消化させたりとかその、やることがなくなっちゃうんですよね。なんか掃除とか。っていうところに、アマゾン輸出を入れてくるっていうのは、一つありなのかなというふうに思います。こうなかなかでも、これやれてる方、現にいらっしゃるんですよね。生取りとかでもいると思います。全くインターネット関係ないけど、複合技みたいな感じ。 で、えー、次ですね。以前アマゾン輸出に取り組んで、2015年以前、ざっくりですけど、あの、に取り組んでで、まあ、いわゆるオールドアカウント、まあ、2015年作るとオールドアカウントって呼べるかちょっとわかんないですけど、ただ利益がなくなった利益率が低いとか、で、キャッシュオーバーしたとか、っていうので撤退した方、ただアカウントはまだ残ってたみたいな。これは、えっ、ー、と、絶対やるべきって書きましたけどぜ、すごく、あの、おすすめです。ただ、 やれとは言わないです。あただ、2015年以降のオールドアカウントっていうのは、まうん、オールドアカウントって何年ぐらいのものを指すのかちょっと自分でもわかんない。自分は2013年のものなであので、まず出せるものも違うし、えーっとそのまあつ、強いんですよ、アカウントがあの。簡単に言うと。なので、やった方がいいかなと思います。強く進めるのはこの方です。あとは、まあ、セドリ経験者かなと思います。なので、まあ、書いてあるんですけど、 知り先変わんないんですよ。電脳セドリにしてもネットで仕入れるじゃないですか。日本で仕入れる。えー、店舗仕入れでも店舗1仕入れるじゃないですか。で、さらに輸出に幅を広げることによって知り幅が広がるんで、例えばプライズ商品で、えー、日本のマまだ1500円で売ってると、えー、それが1000円で店舗で売ってたと、まあ知れないと思うんですよ、セドリの人って。でも輸出の人だったら、いやそれが25ドルで売れるんだったらそ、仕入れるんですよ。っていうような感じです。仕入れに困ることはない。 自分はないと思ってますけど、そこでつまずいてる方もいらっしゃるってことは何か違うのかなと思うんですけど。まあそういった方はなんか、ちょっとアドバイスだったりとかをうまくいってる人にもらうのがいいかなというふうに思います。で逆に Amazon ニュースにあんま向いてない人、今までこういうのことで話さなかったんですけど、言った方がいいかなと思って、正直に話させていただきます。た。まず資金に余裕がない方。余裕がないっていうのも、目標によるんですよ。例えば、 セドリとかで、僕、え、現預金5万円ですみたいな。だってクレジットカードの枠100万円あります。やり方次第で、なんとかいけなくはないんですよ。でも、それを Amazon ユースでやっちゃうと、まあ、えっ、ー、と、ほぼ、ほぼショートしかねないので、あの、大前として、あの、クレジットカードの枠があるのは当然いいんですけど、ある程度のキャッシュは持っておいてねっていうのは私のはよくお伝えを、えっ、ー、と、よくてか、 今年から言い始めようかなと思いました。なぜならば、a Amazon ニュースで無在庫販売は置いておいて、私が教えてる FB 販売っていうのは、キャッシュフローは相当悪いはずです。他のネット物販に比べたら。なぜならば、Amazon に商品を仕入れました。で、a z o n の倉庫に送るんですけど、送るまでに日数かかるんですよ。国内みたいに次の日に倉庫に到着しましたとかじゃないので。で、反映されてて、次売れるまで、 3日で売れるのか、1日で売れるのか、2週間で売れるのか、1ヶ月で売れるのか、3ヶ月で売れるのかってありますけども、で、売れた金額が2週間、プールされて2週間に1回、大、え、体、ー、ペ,いいペイオニアもしくはワールドファーストに入ってくると思うんですよ。あ海外のレンタル口座みたいな、US ドルを受け取れる。でそれを、そこに着金すれば、あとはまあ1日2日で大体いい日本円に戻しますけど、結構時間かかるんですね、その。 仕入れた商品がお金になるまでにかなり時間がかかる方なので、枠で回すっていうのは少し難があるかなと個人的に思っています。あと送料が発送代行を使っている場合は請求が来るので、それクレジットカードで払えるところもありますけど、当然多分手数料取るはずなんで、ある程度の資金があった方がいいかなと思います。月10万円目指すような方でも、やっぱ50万ぐらいはあった方がいいかなと思います。 50万って、じゃあ、そんなに高いハードルかなって言うと、そうでもないかなというふうに思います。例えば、私は物販、親融資、最初、えー、クリットカードで回して、うまくいって、親からお金を借りて、返して、会社を起こして、創業融資制度っていう形でやってきたんですよ。で、俺例えば、親融資とかも、まあ、友達融資があるのか分かんないですけど、自分で貯めるっていう手段もありますよね。 例えば会社員で雇われてる方だったら、例えば月5万円で10ヶ月でできるじゃないですか。それが面倒であれば借りるとかってスタンスになると思うんですけど。ただ消費者金融から借りてやる必要はないかなと思います。で、次ですね。資金が余裕ない方はまずあんまりお勧めはしないです。で、次に消費税還付の申請ができない方。これはもう言っちゃおうかな。あんまり割と一期とかは副業向けに発信してたんですけども、あんまり発信しない方がいいのかなと思ったのはこのためです。 やはり消費税還付は当てにしちゃいけないんですけども、やっぱりあの申請できるならした方がいいです。結構馬鹿にならないので。例えば月5万円を Amazon ユースで稼ぎたいとなった場合、消費税還付はただ、そういった税理士さんとか面倒くさい、自分で全部記帳します、個人事業主でたアウリでやりますって方は、それだったらまだ他のやつの方がいいかなと個人的に思いますね。 輸出って割りかし、ある程度仕入れ量を行ってると消費税還保が結構ガンってくるので、もうちょっと規模が大きい人がいいかなと思います。売上げで言うと毎月100万以上があると消費税還保も少しまとまった金額になると思うので、多分会社員のボーナス、ちょっと会社員のボーナスも人によって違うと思うんですけど、ある程度の金額になるかなと思います。税理士さんへの報酬を払ったとしても。まあ、あと自分で できなくもないらしいです。ただ、自分は任せてます。はい、でこれは別アマゾンニュースの話じゃなくて、別に輸出全般に言えることかなと思います。消費税の還付の話なんで,で。結構、あの、あ、これはまあ、優、え、位、ー、のやめとこあの、話が長くなってるんで。で、あとは、えー、ちょっと初心者の方に結構多かったのが、リスクに対する、あのリターンに対するリスクを許容できない人。 これ何でも一緒だと思うんですよ。例えば、私結構、あの、始めてやるときに評価を貯めるってことをやるんですよ。まあ、当然、それがいいと思ってあ、そういうふうに伝えてるんですけども、当然、赤字が発生します。うん。例えば、1枚の商品を、えいや、えわかりやすく、任天堂スイッチを32,400円で売るのって結構難しいと思うんですよ。でも、 任天堂スイッチを2万円で売るのってめっちゃ簡単じゃないですか。すると、まあ、確実とは言えないですけど、評価の返答率、評価フィードバック率って多分高くなるはずなんですよ。ただ赤字はどんどん増えますけどね。だから、ここに書いてあるとおい大体変評価フィードバック率が2%と仮定した場合、何もしなかったら1%前後ぐらいになると思うんですけども、ちゃんとしっかりフォローを入れてると2%ぐらいに持っていけるかなと思って数字を出してます。 で、評価は10個集めましょうとなったときに、500個の販売が必要なんですね。で、1個100円の赤字が出るって場合、5万円投資が必要なんですよ、先に。10個の評価を集めるために。それ共有できるかどうかっていう話で、もうここは話した方がいいかなと思いました。で、これができないで、5万円投資できないで、いや、でも月10万稼ぎたいっていのは、ちょっと話が違うまあ、当然、評価がなくて、その利益が出る商品ばっかりをやるのも構わないんですけども、 自分は最初慣れてもらう意味で、これは絶対やった方がいいと思って、そういうふうに教えてます。結構、えー、もうこれ、なんか下手したら7年ぐらい前の話になると思うんですけど、YouTube で言って、多分、競馬、競馬稼い取りかなんかの時に言ってたんですけど、矢沢永吉さんっていう方の名言、私、矢沢永吉さん詳しくないんですけど、そう、なんだっけ。結構、その、1のリスクを取って、 十のリターンを得ようとしてる奴らが多すぎるみたいな話。ちょっと詳細も忘れてしまったんですけど、そんなんないよっていう話ですね。なんか世の中に楽して儲かるうまい話はないって言うじゃないですか。いや、本当そうだと思います。あの、全くゼロか、そういう話がゼロ,ゼロかって言われると、まあそうじゃないんですけども、なくはないけど、大体ないので、特にネット、えぇ、ー、アマゾニュースにおいてはないと思った方がいいかなと思います。まあ、 アマゾン輸入も、ebay 輸出も、中国輸入も何でもそうだと思った方がいいです。なので、いや、自分は5万円投資できません。でも、次100万稼ぎたいです、みたいな。それはちょっと違うよね。その考え方をまず変えないとちょっと難しいかなと思います。そこはちょっと、あの、厳しく言っておいた方がいいかなというふうに思います。で、あとは、トラブルを自己責任とならない方。あの、まあ、輸入でも何でもそうだと思うんですけど、 絶対ビジネスやってるとトラブルとかって絶,絶対あると思います。ここ主張されてる方も多分、まあ、ほ全部とは言わないですけど、多くの方が、えー、例えばサス無在庫販売であればサスペンド、アカウント停止、えー、FBA であれば、えー、通関でのトラブルとか商品の破産、販売負荷、えー、あと会社大きくなってきたら税務調査、私も去年やりましたけど、 いろんなトラブルがあるんですけど、それを、例えば、んー、なんかいいのないかな。いい事例が。例えば、ま、私、アマゾニュースプレミアム、後で紹介するので言いますけど、アマゾニュースプレミアムに入りました。ま、あったんですよ。あの、私のマニュアルで、2月に作った、1月に作ったのかなマニュアルなんで、無印良品が普通に出品できるもので、それを、その通り、評価ダメで、当時は無印良品って評価ダメで割と良かったんですよ。割と売れるし、小さいし。 でも、それ出してると、やっぱり警告来た方がいらっしゃって、で、いろいろと言われるんですけども。それって、私、その、権利関係を全て把握してるわけじゃない。私、世の中にある全部の商品を出品してるわけじゃないので、そういった情報を完璧に網羅してるわけじゃないんですよ。それで、お前のあれに入ったけど、その通りやったけど、失敗したらどうなるんだっていうところ、その、責任をあの他者に押し付けるっていうのは、 あんまり、まあ、アマゾンユースに限らないと思うんですけど、あんまりやってほしくないですしそ、そういう方は少なくとも私の口座には、あの、入らないでください。はい。トラブルになってしまうので。あけでも実績主義だと思いますね。私自身がもう実績主義だと思って仕事をやっているので、うん、結構あるじゃないですか、その。例えば、バイ、アメリカのバイヤーがアダコーダ行ってきて、 まあ思いますよ、当然。お前の使い方が間違ってるとか、お前の知識がないからって言いたくなるけど、まあ、アマゾンでやってる以上仕方ないな、アマゾンっていうので販売してる、もらってる以上の付きまとうリスクかなと思ってやってます。っていうことはしっかり、まあ、マインドセットとか考え方とかになりますけど、しっかり把握された方がいいのかなって思います。で、あとはですね、質問に答えて、ちょっとアマゾンスプレミアムの紹介をしたいなと思います。 あの実は、募集期間が明日の23時59分までかなちょっとわかんないですけど、一応明日までなんですよ。日付で言うと。そこのちょっと紹介をして、あ、ちょっと紹介をしてから最後、あの、残った質問を回答させていただきます。あと一応私の LINE アットもこの下に載っけてあるので、まあちょっと、ほぼあんまり頻繁には発信しないですけど、気になる方は、え、ー ラインアウト登録してもらえるといいかなというふうに思います。で、一応こういうページで、一応3期の募集をやってます。まあ、主にちょっと利益率を少し上げていきましょうっていう話です。まあ、ここら辺はちょっと置いといて、で、まず Amazon 輸出って何っていうのか、ちょっとよくわかんないっていう方は、私が1年、ちょうど1年前ぐらいだと思います。生放送を 90分ぐらいやったと思うんですけど、これを見た方が、なぜ輸出がやるべきなのかっていうことの初心者向けの話をしているので、これを見てもらった方がいいかなというふうに思います。これも当然、YouTube に載っけてありますし、無料で見れます。このページに、概要欄に Amazon 輸出プレミアムのえ申し込みページというリンクが、リンクの2番目ですね、ありますので、そこのページの上からちょっと下がったところにあります。 で、まあ、こういうのは、まあ、置いといて。一応、6ヶ月でやります。んで、あの、6ヶ月、例えば、1ヶ月目入るじゃないですか。1ヶ月目入って、あの、なんだこのノウハウは全然役に立たんということであれば、1ヶ月やめることは可能です。それは特に問題ないので。例えば、私は基本だけ抑えたいよっていう方は、1ヶ月目、2ヶ月目、3ヶ月目、4ヶ月目で、あ、もういいやと思えば、4ヶ月目でやめてもらっても大丈夫です。で、当然、6ヶ月で切れるわけでもありません。 例えば2期の方って2月で7ヶ月目に入るんですけども、継続されてる方は一応スカイプ相談、チャットワークでの質問、追加の動画を2本上げてますし、ウィークリーレターって言って、週休、週間じゃないんですけど、月に何回か思ったこと、文章、言える範囲のことで、ちょっとメルマガとはちょっと違うんですけど、文章をいろいろ書いたりもしています。 マニュアルちょっと抜粋してあるものもあるんで、参考程度に。まあ、こんな感じですよっていうことです。まあ、でも22分あるんで、23分ぐらいありますね。で、まあ、1ヶ月目はまあ基本的になんていうか、なんか、マインドセットがありますけど、まあ、そこまで言いたいことはもうこのオンラインセミナーで言ってるので、そこまで口酸っぱく言う必要もないかなと思います。割と作業、結構なんか好評だったのが、 あの私が使ってるものを欲しいものリストみたいな感じにして、誰も見れるようにしてるんですよ、うん。つまり、自分がどういうパソコンを使って、どういうキーボードを使って、どういうマウスを使って、どういうモニターを使って、どういう梱包資材、ハサミを使っているのかっていうのは分かるんですね。それがなんか結構割と好評でした。うんまあ、クリティットカードとかまあ調べれば分かるんで。 で2ヶ月は主にキーワードのリサーチっていうか、結構これバカにできないんですよね。メルマガでも書いたんですけど、アメリカのバイヤーがどうやって検索するのっていうことに立ち返れば、キーワードリサーチって一番原則、基本かなと思います。1ヶ月目であるストアフロントリサーチっていうのは、あくまでも、えー、アメリカの流れとか、売れる商品の傾向とかを使うものなんであ。ちなみにストアフロントリサーチっていうのはこの初期のリサーチ方法の話です。売れる商品は絶対見つけます。あの、 必ず見つかります。で、まあ、発送代行の紹介ってあるんですけども、これ2ヶ月目じゃないと使えないわけじゃなくて、例えば Amazon ユース FBA やってたけど、利益でなかった。でも1ヶ月目でバンってやりたいって方は、言ってくだされば1ヶ月目から発送代行の紹介はできます。一応3社、えー、やってます。ただ、これ、一応料金載せてるんですけど、一応これ去年の料金なんで、えー、と、これに、なん、3、 3%前後ぐらいの値上がりはあると思ってください。一応3つご自身の選べるんで、まあ、選択肢の幅は広いかなというふうに思います。まあ、でもこれも使わなきゃいけないってことはないです。自社で契約するのもよし、他の発送代行を利用するもよしっていう形になってます。で、一応 eBay も使うので、eBay の簡単なノウハウ、まあ、これもマニュアルにする必要もなかったと思うんですけど、まあ後で使うんで。 で、まあ、3ヶ月目ではちょっとね、仕入れの工夫っていう話ですね。今日のオンラインセミナーで言った、新品の商品の低価超えとかっていうのは割とこんな感じ。まあ、えー、店舗から仕入れるのとネットから仕入れるってえどっちでもできますってちなみに eBay はこの販売負荷の処理っていうところで eBay のアカウントを活かすっていう形になります。で4ヶ月で難しい中古。ただ中古は、あの、割と慣れてきた人じゃないと、ちょっと難しいかなって。 っていうふうに思いました。一年間教えてて。結構ハードル高いんだなと思って。ただやるとかなりいいよって話。ちょっとこれ、2017年の、あれで申し訳ないですけど、一応2018年は私、しっかり中古品販売してます。で、新商品。まあ予約とか、まあ、これ予約、予約だったかな。あ,あ、これ予約ですね。予約なんですけど、まあ予約だったりとか、新商品が発売した直後にわーって FBA に送るっていう情法です。 ま、あと、再販についての考え方とか、再販は結構怖いんで。で、あの、高額商品ってうまくやれば利益額大きいよって話もします。で、5ヶ月目で、まあ、eBay 利用して中古の商品のリサーチの方とか、まあ、これは結構、例えば今年の2月2日に急激に円高が進みましたけど、そういった時に考え方ですね。 あの、急激な相場変動って、私5年ぐらいやってるんで、何回か経験してるんですよ。2015年の8月のチャイナショック、16でしたっけ忘れましたけど。あとトランプのあの、急激な円安とかにどういうふうに考えるのっていうのはちょっとお伝えしてます。あとはですね、まあちょっとツール使ったりとか、ちょっとテクニック的な話です、これは。で、6ヶ月前も一応継続されてる方には、え、いろいろ動画は、日本以上は上げてます。ずっと。 まあ、えー、利益率をまあ10%以上っていうか、まあ10、10%以上無理ってまあ、でも結構がっちりやられてる方は、利益率で35とか40ぐらいまでは目指せるかなというふうに思います。まあ、売上は当然35とか取ると、売上で言うと200万、300万っていうのはちょっと難しいですけど、売上100万で利益率35%ぐらいは、しっかり頑張ればできなくはないかなというふうに。まあ、 月10万って言ってるんで、と考えると、売上50万の利益率20%でもいいかなと思ってます。まあ、利益率が低いけど、よく売れる商品とかも扱う必要があるので、利益率が高いっていうことが一概にはいいとは言えないんですけども、ただ、えー、なかなか利益率を上げるのが難しいのが今現状のアマゾンニュースなので、利益率に困っている方向けかなというふうに思いますね。結構、えー、ペイ、あ、あ、あれ、うん っていうのかな普通にペイ,あのペイオニア関係で、まあ、えー、か会合があって、あの、プレーマス参加された方で、売り上げは年末商戦去年下がりましたけど、利益が全然違う。残ってるお金です。つまり、利益率が上がったってことなんですけど。っていう感想をいただいたりとか、結構、割と日記は割といい評価を、てか、よく頑張ったというか、結果を残した方が割と多かったかなというふうに思います。 で、えー、っと、すごいですね。これ2時間やりそうな勢いだ。で、一応サービス内容なんです基本的にマニュアルを動画で見るえ。ちなみに動画じゃなくてテキストのものもあります。で、チャットワークで基本的に、まあ、無制限で書い,て書いてあるので、基本的には、えー、無制限で質問の回答をします、えー。基本的に24時間以内に対応しますが、まあ、そこまでかからないことがほとんどです。 一応これ、土日、祝日、休みって書いてありますけど、一応回答します。で年末年始は、あの、まあ、サさんは当然お休みなんですけど、私は普通にスマホ持ってれば回答できる範囲のことに関しては、割と早めに回答をしています。で、オフラインの交流会ですね。一応3期始まったら、3月の半ばか上旬ぐらいに、あの、オフラインの交流会、えー 一応予定は秋葉原でやろうと思っていますで。1期生、2期生、3期生、継続されている方は関係なく参加されても大丈夫です。まあ、他の方とも交流ができますし、当然私と会って話すこともできます。でこれはまあ含まれています。ただ、何回もやる話ではないのです、たい1期に月1回ぐらいしかやってないんですけども。 で、オンラインセミナーを毎月やっています。えー、サンプルもこのようにありますし、えー、過去にやったオンラインセミナーもすべて見れるようにしている、いますね。はい。しています。で、別料金になるんですけど、一応仕入れツアーというものをやっています。ただ、私自身、あんまりやりたくないというか、結構、一日みっちりという形で、私自身もそうですけども、実際申し込まれる方も結構体力的に、あの、店舗シールなので、えー、結構、あの、 疲労が溜まるかなっていうふうに思います。ただどうしてもやりたいという方は、えー、個別にチャットワークで聞いてください。ちなみにこれは、えー、a m a z o n s t r 入られた方じゃないと基本的に受け付けてません。で、一応、都内の場合はおそらく秋葉原になると思います。理由は、えー、私の家が近いっていうのもあるんですけども、割と輸出に、店舗と店舗の幅が小さいというか、ぐわってまとまってる街なので、 ある店舗だけでも次、次行ける、次行けるっていう感じで。で、地方の方は一応遠征可能なんですけど、えー、一回富山でやったんですけども、えっ、ー、と、交通費はちょっといただく。ただ私、例えば石川県なんで、例えば石川県とか富山県とか富井県の方であれば、交通費大体2、3000円ぐらいあれば行けるので、まあその時期にもよりますけどね。まあそこは大相談という形になります。 で、一応スカイプコンサルというか、スカイプ相談を毎月1回30分できます。特に、その1ヶ月目だから1ヶ月目の質問しちゃい,ししちゃいけないってことはないので、もうある、もう全部あ,のある程度把握できていて、ただ聞きたいことがあるっていう方は割とこっちを利用される方が多いかなと思います。なので6ヶ月待つ必要もないってことですね。 で、これはちょっとサツさんの別のサービスになるんですけども、例えば Amazon で問い合わせが来たっていう,いう場合に、あの、英訳和訳のサポートが受けられますので、で結構早いんですよ。だいたい今、お飛びしなかったですかね。音が飛んだような気が。えっ、ー、と、大丈夫そうですね。はい。えっ、ーまあえー、と、無制限でできますので、えー、これは活用された方がいいかなというふうに思います。 あと、サツの配算とスカイプも実はついています。で、えー、これ全部取り上げてると時間がなくなってしまうので、興味ある方は、えー、受講者の声をまとめてありますので、見てください。ちなみに、O さんと K さんが2名ずついますけど、えー、単なる偶然であります。で、まあ私のちょっとした、えー、言葉とやれで、 で、月1万6200円ですね。ただ、えっ、ー、と、サツ会員さん、サ、え、ツ、ー、ベーシック入られてる方は、1万800円の追加で申し込みが可能です。で、2月1日からスタートです。で、2月1日に PayPal の決済リンクを送って、決済した方から徐々にチャットワークに誘導するという形になります。主にやり取りって、基本的にチャットワークになります。 で、そのマニュアルをまとめてあるサイトもチャットワークに URL とパスワードを載っけています。っていうような感じですかね。で、紹介は以上になりますと。で、なんか、あ、最後質問ですね。えー、質問に回答して、えー、落ち着いたら終わりにしましょう。でも質問はあと1、えー、つだけですね、えー。商品2つとか3つセットで販売するときに、じゃあまどうすればいいですかっていうことなんですけども、おそらく、えっ、ー、とですね、 あの、私、そういうのはやらないんですよ。言うが、まあ、eBay とかでも同じようなノウハウってあると思うんですよ。2個で売れるから3個にしよう、5個にしよう、10個にしようとか、まあ、そういう方がうじゃうじゃしてると思うんですけども。いずれ真似されるので、まあ、真似さ、100%真似されるとは言わないですけど。じゃんは、え、ちなみに取得することができます。例えば、自分じゃん取得したことないですけど、結構言うんですけど、 大体今ネットで検索すると、大体あの答えがあるんですよ。分これは答えかなと思います。えっとなんか、多分セット組ですよね。オリジナルのセット組に対しては、ジャンにつけて OK です。 あ、そうそう、なんか申請が必要なんですよ、なんか。なんか申請用紙もなんか、どっかで a m アマゾンかなんかで売ってたような気がするんですけど。まあ、でも、例えばこの方のブログがちょっといや信用できんっていうのであれば、他の方のブログを見たいとか、っていう感じでやればいいかなというふうに思います。私自身は、3個で売れてるから5個のカタログを作ってやろうっていうことは一切やってないそういうのじゃなくて、 ゲ、eBay はそうだと思います。限定品とか、日本でしか買えないものとか、っていうものに活路があるかなと思ってますので。あと、この商品とこの商品って、本来別に買わなきゃいけないんだけど、あると便利だよねって。一番シンプルなのは仮面ライダーのおもちゃに関連池あると便利だよねって。まあ、それはもうシンプルすぎて、そもそも、あの、全く実現性はないんですけど。なんかいい例が、わかりやすい例がある。例えば、いやー、 ゲームやる人ってあんまりいないですよね。例えば、私、Nintendo Switch を年末に買ったんですよ。スマッシュブラザーズっていうのをやるために。えー、例えば、Nintendo Switch だけじゃダメで、私が追加で買ったのは、当然、インターネット対戦するんで、ランケーブルの、えー、なん、あの、ランケーブルのアダプターっていうんですか。と、あの、最新のランケーブル、回線を少しでも遅らせないために買って、で、あと、 スイッチを入れるためのケースも買いました、ね、で、保護フィルムも買ったし。で、スイッチだけ買ってもできるんだけど、そういうものってセットであったらいいじゃないですか。あの、あくまでもこれ一例なんで、これを Amazon ユースにそのまま応用するとかの話じゃなくて、ご自身で考えられただ一例として、そんな感じでやると便利じゃないですか、お客さんのことを考えると。これ逆に中国ユーの方が向いてるっていうか考え方だと思うんですけど。というような感じかなと思います。 なので、ジャンは取得すればいいかなというふうに思います。なお、すべてがすべてジャンを取得する必要も実はなくてですね、えー、ブランドごとに、ブランド例えば、今 AKB の質問が来いてるんで、AKB AK で、AKS か、AKS とかで申請取っちゃったら、それに関するカタログを作りまくれるっていうことは日本だとできるんですけど、アメリカではちょっとやったことがないので、ちょっとわかりませんが、そういうやり方もあります。 ただ、私個人としては、無意味なカタログを量産するのは、あんまりよろしくないのではないかなと思います。多分その日本語のタイトルになってる。アメリカのアマゾン日本語タイトルになったとか、直訳でめちゃくちゃなタイトルつけてるのって、おそらくツールでやってると思うんですよね。でバーってやって、日本のアマゾンにカタログあるけど、アメリカにカタログない。で、翻訳するとなるとツールだから、絶対直訳になると思うんですけど。 なので自分は割と会中さんにそういった修正を任せるようにしました。タイトルの修正ですね。はい。AKB 劇場に行ったことはありますかえー、っとですね、抽選に当たらないので、あと AKB 熱はもう3年ぐらい前にも冷めてしまったので、最後握手会行ったのいつかなでも2017年の月4月に大阪に行って以来、多分 AKB のコンサートは行っ ってないはずです、ねまあ、その時 NNB だったんですけど。うん。そのぐらい。AKB 劇場は、そこは冷めて近いんですけど、申し込んだことは何回があります。ただ、当選したことは一度もないですし、入、はい、ったことあるのは、8階のエスカレーター上がって、くるっと奥まで行って、その、劇場の前のモニターぐらいまでしか行ったことはないですね。NNB 劇場は、 あれ、入ったことありますけど、あれいつだったかなあ、生誕祭じゃなくて。うん、NNB は入ったことあります。大阪城フォルじゃなくて、どこだったかなもう覚えてないんですけど。大阪に一回行って、えー、千葉の卒業コンサートも行って、千葉の卒業コンサートはチケット取れなかったんで、ヤフオクで探して、結構高かったですよ。2万5千円ぐらいしたんですけど、買いましたね、普通に。 しかも結構いい席だったんで、よかったんですけど <laughs>。まあ、AKB はそんな感じですかね。ただ、柏木由紀が好きなのであの、2月にソロコンサートあるんですよ。ソロツアー、ツアーだったかなあれ、どこだったっけ確か,お確かお台場だと、会場詳しく覚えてないですけど、確かお台場であるって、それはチケット取れたんで、それは行きます。だから、2年ぶりぐらいのコンサートかな、AKB 完了。 意見はこのぐらい置いといて、えっ、ー、と、外注しなくてすべて一人でやっている人で平均どのぐらい利益っている人が多いですかいやー、これは、あのー、上と下が激しすぎて平均は取れないと思います。はい。私が知ってる中で、外注し、外注してなくてか。外注してなくて一人でやってる人の平均。いやー、わかんないですね。MAX もちょっと想像ができない。 結構いるんですよ。この人、多分日本でも相当すげえそうな人だなと思っても、それを上回る人とかって、で探してみるとやっぱりいるもんで、か、平均って言われてもちょっとわかんないですね。ちょっと、うん、外注化してなくて一人でやってる人で平均。本当その人次第だと思う。条件値で言うと、でも100万は、あの、あり得なくはないです利益100万は。あ、利益ですよ。売上じゃなくて。不可能ではないはず。っていうか、自分もやったし、 周りでもやったことある人はいるし、あの12月以外ですよ。うん。下はちょっとわかんないです。だって何もやらなかったらゼロだし、うん。平均って言われると、えー、ちょっと出せないですね、させない。ありがとうございます。<laughs> あ、AKB 好きなんですね。まあ、握手会も16年ぐらいまで行ってましたけど、年何回行ったかなでも年に、年10回ぐらいですよ、でも。そんなに。 ベタに言ってる感じでもないし、遠征もしないし、総選挙も4回ぐらいしか行ってないし。はい、ああ、えー、じゃ、カタログのじゃん絵の具と筆をセットにする場合のジャンコード。それも、あの、たぶん、その証拠をここに今乗っけてる、ジャンコードの申請ですね。なんでしたこれお金払えばよかったのかなちょっと見てみないとわかんないですけど、ちょっとこれ消しますけど、重くなるから。 なんか、そう。申請して、なんか何千円ぐらい、お金が必要なその登録料。ただ、これは、一商品に対してじゃなくて、なんか、個数上限があって、そう。なんか、ほっこな、こなあるんですよ。お金。えっと。まあ大体の人が、いい以下だと思うので、いいでも三万四千五百六十円です。 D の人は、D の人でいちいちってそんなにないと思うので、そんなに高い金額ではないかなと思います。で、ノグとセットする場合は、うん、だから、ちょっと私やったことないので、それは調べてみるといいかなと売れてるものをセット組み。うん、だから、結構、a m a z o n レーマンで最初に言うのは、ネットで、 全てが全てじゃなくてもいいけど、ある程度で調べて出てくることはネットで調べる例えば、著作権とかで侵害を受けそうなメーカーを教えてくださいっていう質問が来たらそれじゃないですか。ちょっと調べようよっていう話ですね。ということを言いたいんですよ。例えば、さっき何ジャンコードで調べましたっけこの人の話でちょっとわからなければ、これ同じ。多分違うブログなんで、 多分そんなに、あの、変なことを。な、登録を払う必要があります。うん、Amazon ニュースにおいては、あ、1000個もらえるんですね。で1000個あれば、まあ大丈夫だと思います。うん。で、あの、これでわからなかったら次下見て。あ、これちょっと飛んでますけど。あれ a z o n ニュース女子、この方で結構昔からやられてる方だったと思うんですけど。 これとかは割かし2018年10月の,あの記事なんで割かし最新の記事なんで信用性というか割と参考にしていいのかなというふうに思います。でこんだけしっかりまとめてあるのって、うん、雑な情報ではないかなと思いますね。もうざっとしか見てないですけど、うん。あともう一つ私が割と言ってるのは結構 あれです。Amazon のセラーセントラのサポートは有効に活用しましょうということです。結構いろいろ言われるんですけど、セラーセントルに聞いた方が皆さんも楽じゃないですか。てか早いですよね。だって、あれ、多分ご存知だと思いますけど、アメリカの Amazon で日本語で電話サポートできるんですよ。まあ、多分ご存知だと思いますけど、それ知らないって方がいらっしゃったんで、一応言っておきます。ただ当然、あのできるもの、できないものっていうのはあるんですけども。 大体答えられる範囲であれば答えてくれるので。税金関係はちょっと、あ、なんか今日も自分税金関係でちょっと質問したんですけど、税金関係はちょっと疎いかなって感じしますけど、普通に Amazon で販売する上でのいろいろなトラブル、えー、FBA でこれが足りないとか、これが納品、あの、出品されていないとか、タイトルを変えたいとかっていう要望は全て Amazon のセラーサポートでほぼ解決できますので、 基本的にそちらをやった方がストレスもないかなというふうに思います。よし、これで質問が落ち着いたので、こんなにチャットが盛り上がったのは初めてですよ。で、2時間やって、ねそ、そんなに人数も減っていないし、いや、やってよかったなと思います。まあ、えっ、ー、と、これにて、まあ、あとですね、まあ、2、3分。 で質問がなければ、えー、これに終わりにしたいなというふうに思います。なんかあるかな。うん、これもなんか自分別モニターで自分の今日のゆぐるメント見てますけど、うん、ちょっとみ文字の大きさとか。 もう Google ドキュメントってなんかこの横幅の余白がいらないんですけどで、できないのかな。あとキーノートで作ることも考えたんですけど。これだと見る、あの、閲覧権限みたいのできるじゃないですか。今、しかも合計閲覧者10何人って何人の方がこれこまで見てるのかっていうのは私がわかるんですよ。これ結構良くないですか <laughs> てか良くないですかってか面白いなと思って。 少なくとも10万名の方はこっちも開いて、こっちもちゃんと見てる。Google ドキュメント見てるってことは、ちゃんと多分読んでるはずなんですよ。ちゃんと聞いてる。その流し聞きじゃなくて。自分とかオンラインセミナー他の人見るときって、ほとんど流し聞きなんで。で、なんか気になったキーワードとか話題が出てきたらちょっと見るみたいな。オンラインで見るのは私あんま得意じゃなくて。だから割とオフラインのセミナーに行かないと学ばないみたいな感じなんですよ。 ま人によると思うんですよね。オンラインでもしっかり聞けるって人もいれば。だ割と自分はオンラインセミナーは YouTube ライブやられてる方のやつであれば、追っかけか、追っかけで1.5倍とかにして聞くか、あの、もう完全に終わってからアーカイブを見る感じですね。で、これもアーカイブ見、アーカイブっていうか、2時間ライブ終わった後で誰も見れるようにしておくので、まあ特にこの動画消そうとは思わないですね。うん。しかも、 BGM 最初かけてたんですけど、なんか消えてたんで。まあいいや。あ,あとですね、仕入れる商品ってフギュアぐらいしかないですか、えー、そんなことはないです。ただフギュアは割かし幅が広いので、有名なもの以外でも売れるフギュア、プラモデル、トイ、えー、ホビー商品ってたくさんあるので、フギュアしかないわけではないです。本当にいろいろあります。 それが分からないようであれば、それを発掘する上で eBay を参考にしたり、Amazon のストアフロントを掘り下げていったりということを、まずはする必要があるのかなと思います。掘り下げていって、自分で広げていく。縦に掘って、横に掘るみたいな。あ今の話だと、横に掘って、縦に掘るか。そっちの方がいいですね。横に掘るっていうのはえ、フギアしか売れないのかな。あ、こういうもの売れるんだ。例えば、あプラモデル売れるんだとか、ちょっとあれ、 FB で置くのダメですけど、触眼とか、触眼も売れるんだみたいな。で、触眼でどういったドラゴンボールの触眼があるのか、ポケモンの触眼があるのかとかっていう感じで、縦掘りをしていく。縦で掘って、掘り尽くすのも結構難しいと思うんですけど、その、掘ってるところに宝があるかどうかっていうのは、割と掘ってみないと分からないので。という感じですかね。割とその、これを扱っちゃダメっていうあのカトリッはありますけどね。例えば、 私は本当にやらない方がいいと思ってるのは食品、食べ、口に入るもの。一回やったんですけど、ね、食品え。口に入るものと肌につけるもの、えー、化粧水、えー、美容液とか、歯磨き粉とか、えー、あと、ダメなんで、これはダメなんですよア。アダルト系のやつ。もう絶対ダメなんで。っていう感じのものはダメなんで。それ以外はまあ確認して、もし、 困ったのであれば、アマゾンのセラサポートに聞いてみればいいのかなと思います。これ、出品しようと思ってるんですけど、みたいな。お疲れ様でした。あ四国に来たら <laughs>、駆けつけます。四国、えっ、ー、と、四国って、あれ中えー、愛媛、えー、香川、完全に飛んでる。 愛媛県は今年行くかもしれないです。あの、ヤクルトスワローズが好きで、ヤクルトスワローズの秋季キャンプの、あれ、キャンプの会場というか、あの松山でやってるんですよ。で、年に1回必ず松山で公式試合あるんで、確か阪神タイガースはさ、4月の17日だったと思う。それは行く可能性は高いです。 っていう感じですねあ、AKB の人ガチオタじゃん。ガチ、ガチオタでもないと思うんですよね。そこまでじゃないと思うんですよ。なんかそんなにお金もつい込んでないし。投票したのも、多分自分最高で十何票とか、20票は投票してないぐらい。握手券はでも結構買ったかな。握手券は、一回につきでも10枚ぐらいは買うかなってぐらい。だから、1万2千ぐらい。かな はいお疲れ様でしたしし。ありがとうございます。あと質問ですね。グッドスマイルカンパニーとかも規制解除可能ですかグッスマは厳しいです。グッスマは厳しいですけども、全く不可能という情報は入ってきてないです。私のアカウントってもう普通から出せるんで、あのいわゆるオールドアカウントなんでそこまで困らないんですけども。グッスマはきつかったはずですね。でも、あの解除できているっていう報告はもらっているので、できなくはないです。 要は考え方だけお伝えするので、テンプレートってわけでもないんですけど、あとはそれで何を持っていくかって、何を用意するかってとこだけご自身でいろいろと考えていただければいいのかなというふうに思います。グスマは難しかったはず。あと、任天堂もそうかな。結構いろいろあるんで、ただ解除しないとできないわけでもないので、例えば、 バンダイ宝るとみ解除できますけど、じゃあできないからダメかっていうわけでもないので、ね。でも自分が割りがし今日納品した商品は、やっぱり、グッスマ、バンダイ、えー、まあそんなちょっとひねったやつ、ニンテンドー、あー、なんかと、そのぐらいがほとんど主力になるかなと思いますね。でも普通に、 バンダイ宝富通れば、あと仕入れをちょっとひねったりとか、リサーチ方法を考えたりとかしていけば、意外に利益率上がるんですよ。うん、普通にやってるかは。はい。あ、えー、っと、途中参加なのですが、えー、同じ質問だったら申し訳ありません。ヨーロッパのアマゾンは VAT が書くことに必要ですが、すべて取りましたかあ、えー、っと、前、ちょっと、 最初の方に話をしてるんですけども、まず私、ヨーロッパアマゾンのアカウントを今現在持ってません。あの、作成もしておりません。ただ、今年、イギリスのアマゾンに関してはやろうと思ってます。ただ、アカウントはまだ持ってないんですよ。で、今の1月段、現段階の情報で、ドイツはやめといた方がいいです。ドイツは VAT を持ってるからできるどうこうの話ではないので、詳細はちょっと割愛しますけど。 書くことに必要かっていうのは私はちょっと把握はしていないですけど、確か必要だったと思います。結構ヨーロッパやってる方いらっしゃるんですね。それにちょっとびっくりした。自分はやったことないので、多分行いけるなっていう感覚を持ちながらやって。あただ VAT に配する、えー、ちょっと自分の失敗なんです。VAT 番号実は自分持ってるんですよ。日本の法人で。あのね 取るのはいいんですよ。じゃあやめ、ま、やめましょうってなったときに解除が必要じゃないですか。あれ、VAT って売り上げゼロでも、自分請求来たのは51ポンドと32ポンドぐらいかな。請求に来て、あれ、英語読めば分かるんですけど、一応、えー、法人名義のクレジットカードでビザであれば払うことができるんですよ。手数料ちょっとかかるんですけど。でも、そういった情報ってネットに実はないんですよね。そういった情報はないんですよ。 例えば V、日本の法人で取得した VAT を解除する方法って、確かに英語で書いてあるんですけども、あれ書面でしか解除できないんですよね。届いたらどうか、まあ、届いたがわかるけど、あっちが受理したどうかっていうのもわかんないし。そういった情報は全くない少なくともネットで調べましたけど、日本語での情報は間違いなくないです。姉とかに見て、姉がちょっと英語、ちょっと英語でできるので、姉に見てもらって、どうこう、どうこうした方がいいみたいな感じで、 やりましたね。まだ解除はできてません。だから、あれですけど、だ結構その VAT は、ね、ちょっと自分まだか、未解決の状態です。難しいですよ、VAT は、うん。情報ないですからね。あと、いおり。あの、自分も詳しくないですけど、イギリスの Amazon の FBO やるってなった時に、とんでもない壁があるんで、 VAT だけじゃなくですその VAT だけ自分にとっちゃって、VAT と、いおりが必要で、で、市販機ごとの申請をして、で、えー、あれ、キャッシュフローが、もう、もうバカにならないぐらいなんですよ。イギリスの Amazon FBA っても自分は FBA はやらないつもりですけど、イギリスに関しては。もうとんでもない。なんか、えーっていう。VAT ってざっくり20%なんですけど、その、イギリス、え EU か。 まあ、イギリスでいいですイギリス入ったときに20、20%その申告金額に対して加算されるので、とんでもないと思いせすが、百100万入れたら20万払わなきゃいけないですよ。いや、い,か、ね、いくらお金必要なん絶対、副業、副業でやる人いないと思いますけど、どれ、で、どれだけお金必要なんだって話ですね。先払いで。逆に言えば、なんか輸入されている方の輸入消費税が8%で、まあ、ん 10月に10%になる可能性が今少し高い、高くなりましたけど、まだ決定ではないですけど。それで8%でもまあ、例えば200万輸入したら申告で、10月10%なったら20、20万でってますよね。20万輸入消費で払わなきゃいけないんで。でアンダーバリューはあの輸入の場合はあの税務署に一発でつかれるんで。だから輸入やってる人はしっかり、えー、申告はした方がいいです。私も税務署の時に、 あの、なんか、重箱の隅を包ぐっていうんですか、そのぐらいのレベルで、ついてきたんで、その、棚卸しに輸入、輸入時の送金手数料みたいなもの、私、利益をしっかり計算しようと思って、輸入時の海外送金手数料とかを、その、棚卸し入れてたんですよ。で、入れてたら、それが、なんか計算が合わなくて、あ、これ入れたからじゃないですか、って話をした。そんなもの入れるな、みたいな、棚卸し今回は見逃してやるけど、 今度からは、しっかり頼もしろよみたいな。なんか、それで誤差が出たのって、1年で、ん ?1 年頼もしくか3万円ぐらい誤差が出たんですよ。<laughs> まあ、そこまで突っ込んでくるっていう話なんで、はい、やってる方はしっかり気をつけた方がいいかなと思います。ということで、ちょっとあの、時間も2時間を超えてしまったので、まあ、あと1分。 質問が来てもあと1個。で、来なければこれに終わりしたいと思います。1分ぐらい待って、質問が来なければこれで終わりです。まあ、長時間見てくださってありがとうございます。結構、離脱率がかなり少なくて、自分も話してよかったなというふうに思います。まあ、これ年1でしかやらないので。あ、じゃあこれ最後の質問でやりたいなと思います。えー、輸出は外注化しないと厳しいですかえー、その人の資金量とか、仕入れのスキルとか、 えっと、あと何ですか仕入れのスキルの他に、仕入れのルート、経験値。うん、法人かどうかはあんまり関係ないかな。えー、きついっていうことはないです。一人でも全然いいよ。だって、現に私、アマゾン輸出、例えば、会社で ebay 輸出とか、やってる、他のこともやってるからですけど、アマゾン輸出に関しては、私一人でやってるんで、今日だって自分でシール貼って、 段ボールに荷物を入れて、仕入れも店舗でや仕入れてきてっていう感じでやってるので、今日も秋葉原の店舗に行って、商品を仕入れててるので、外注化しないときついというわけではないけど、副業の場合はきつい可能性はありますね。うん、例えば、中古商品扱って検品が必要だとか。まあ、そこはその人がどういった感じでやるのか。例えば、少し高くても検品しなくていい、信頼できる専門店で買うとか。お金がないから、 えー、新しくカタログを作るとか、ええー、あとなんだ、無在庫販売でちょっとひねったやり方をするとか、っていうところであれば、自分一人でもできますし、お金なくてもできると。外注化してあげれば外注化すればいいし、お金で。だから本当、その人がどう取り組みたいか、どこまで行きたいか。結構私、セドリ時代に一番よく言われた言葉が、教えてもらった人に一番よく言われた言葉が、自分がどうなりたいかっていうところですね。 事務所借りた方がいいんですか借りな方がいいんですかって。自分がじゃあどこまで行きたいのってところから逆算しないとわかんないじゃないですか。っていうことは口酸っぱく言われましたね。で、固定費の話もちょうど同じくらいに言われましたね。あの、固定費は Amazon に依存してる時点で強烈な固定費を増やさない方がいい。だから私もに、会社を2014年4月に作って1年ぐらい経ってちょっと調子良くなってきて、ちょっと事務所10万ぐらいで 12坪ぐらいのところ借りれるんですよ。しかも家の裏ですからね。これいいなと思って借りようと思ったんですけど、固定費に関する考え方を改めて、それ以来、えー、まあ、事務所っていうか、自宅兼事務所でやってるので、という感じです。なので、外注化しないときついっていうか、その人がどこまで行きたいか。例えば、年賞で2億とか行きたいのってあれば、私は行ったことないですけど、あの、外注化、もしくは従業員を雇うってことは必要かなと思います。はい。 これ、まあ、これ最後にしましょう。はい。えー、EU は VT 番号を登録しなければ長くなってやめましたが、今は、オーストラリアにトライしてます。オーストラリアも今後 VT 登録が必要になりますかあのー、これって多分、税務に関する、えー、質問だと思うんですよ。で一応、これって、限定公開じゃなくて、YouTube で公開してるところになるんですね。 今までまあ答えられる範囲で答えましたけど、これって一応税務に関するアドバイスになってしまう可能性があるんですよ。まあ、そこまで細かく言う人ってほぼいないと思うんですけども、ただ、え、一応答えることはできますけど、まず審議がどうかがちょっと正確ではない可能性があるっていうことと、私自身が税理士資格を持っていないので、ちょっとごめんなさい、そこはちょっとお答えすることができません。ただ、えっと、 一つ言えるのは、えっ、ー、と、オーストラリアは VAT ではなくて GTS だっけ、GST でしたっけどっちかですね。で、確か10%ぐらい。で、で、その質問の回答は、ネットにあるかな私はその、詳しい人から聞いたんで分かってるんですけど、っていう話になんです。あただ、私、オーストラリアもやってないので、あくまでも、いただ知識として知ってる人間のお話になります。 オーストラリアもやってみてもいいかなと思うんですけど、ちょっと今のところ手がつけられないので、とりあえずアカウントを作る気もとりあえずないかなっていう感じです。ということで、すごいですね。2時間10分ぐらい話しましたけど、まあ、この時点で終了にしたいなと思います。もし、万が一質問とあったら、えっと、これ一応サツさんのところでも報告してもらってるので、サツさんの方に質問をしても、 いいんですけど、早いのは、あの、私の、ええー、あれ、<laughs> LINE アット、LINE アット登録してくれたら、あの、答えますんで、あの、ただ、税務に関することはちょっとすいません。LINE アットでも控えさせてください。で、これは、えー、っと、パソコンで見てる方はこれで見れるのかなちょっとクリックしてみよう。あ、見れた。えー、QR コードのリンクを貼っておくので、 あと、えー、確かセミナー動画も登録したら自動で送られるようになってたと思います。で、そこに返信、返信というか普通の LINE するような感じで質問を送ってこられれば、Amazon 輸出プレミアムもしくは Amazon に関することであって、なおかつ答えられる範囲で答えますので、そういった形でお願いします。ということでよろしいでしょうか。 それではちょっと、ね、2時間になりましたけど、長時間の間ご視聴ありがとうございました。で、Amazon ースもし興味がある、入ってみたいっていう方は、えー、ぜひ、入会をお待ちしております。あ最後に AKB のあれが出てきた。<laughs> えー、それでは、えー、AKB の話題がちょっとできましたけど、これにて終了したいなと思います。<laughs> AKB グループは心配です。うん、私はなんか、 私もまあ心配というかちょっと無関心に近いような形になってしまって申し訳ないんですけど。それでは、えと、長い間夜遅くまでご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。